ジャンク。田中さんが金玉出すらしいね。生放送で。こりゃ、令和2年はいい年になるぞ。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。いやー、皆様、新年明けましておめでとうございます。南海キャンディーズ山里亮太でございますけども、新年早々めでたい金が出たっていうですからね。いやー、そうだ、やっぱオリンピックイヤーだね、さすが。これ景気がいいよ。朝からいきなり金が出た、金が出たっつって。正直さ、最初びっくりしたんだから。ネットのさ、なんかこう、なんていうの、今つぶやかれてるワードのランキングみたいなね、トレンドワード的なやつにさ、田中さんの名前がバッと踊ったからね、言ってもね、昨年末駆け込みでポンポンポンと結婚してってよく我々が言われるところのね、まあ俺があって若ちゃんがでのばかりさんですね。でそうなってきてやっぱよくね、その必ずこのためにインタビューに来られてた田中さん、その名前が上がったからね、ひょっとしたらなんて言って開いてみてさ、思いっきりで、まあ家でさ、先にそんなにね、トレンドに気づいたのが、ワンオンさんですよ。うちのね、まあ、奥様、ワンオンさん気づきまして、ね、まあ、呼ばれましてね、って言って、田中さんが、トレンドワードめちゃくちゃ上がってるよ、つって、え、何つって、こう、スマホを一瞬見た時に、出た画像、新年早々、ひっくり返ったよね。うん、何これって言って。見ちゃってさ、いや、びっくりで、俺が、結婚かなんつってね、ついにタナちゃんもみたいになって。ねえ、それも爆笑ヒットパレードでね、ゲームコーナーのところで、生放送の中で田中さんが、なんかこう、まあ、結局は見えてなかったらしいんだけど、まあ、どうなんだわかんないけどね、まあ、解析したらよく見えず、まあ、フジテレビサイドの時には、見えてませんでしたということになったんで、一応大丈夫だと思うんですけども、その、まあ、爆笑ヒットパレード、ね、今朝行ってきましてね、やっぱありがたいもんで、深夜一発目にね、コンビで漫才やらせてもらって、楽しいよ、漫才って。今日のさっきまでドリーム東西予選で南海キャンディーズの話してもらって、ありがたいことに東軍の鳥という形でね、漫才やったりとか、なんかこう、改めてこう漫才って面白いなって今本当に思ってる時期でさ、それこそつい最近もう、足りない2人とか、さよなら足りない2人とか待って、漫才楽しいなぁと思っててさ、今日行ってきたんだけどさ、で、まあ、言っても今日の、まあ、しかも一発目だったの。ヒットパレードのね、ネタで。で、なんかこう、ネタやる場所が、去年まではヒットパレードって、ネタやるだけのスタジオと、なんかトーク企画のスタジオが別になってたわけ。でもなんか、今年からはいろんな都合でって、なんかこう、みんなが、大人たちがいろんな都合でって、言ってるから、あまりにもいろんな大人の人たちがいろんな都合でって言うから、その大人の人たちの目見た時に分かったんだよね。あ、やばい、本当にニュース通り金ねえんだなと思って。で、スタジオ1個になってて、ね。うん、まあ、コンパクトになってるね。で、そうすることによってね、なんかこう、ちょっとね、南海キャンディーズ、最初はすげえ出番、やった正月からネタできる楽しみだなと思ったけども、芸人さんのね、トークパートの人たちがいるっていう、同じ空港にいるってことで、すごくね、まあ細かく言うとね、いろいろ揉め事が起きそうだから言わないけどね、むちゃくちゃ一気にやりづらい状況になったっていう危険性があってね、うん、楽屋にいてトイレに行くのもビクビクするような状況になってしまったっていう、それはね、ここで一緒に過ごしてきたリスナーの皆さんだったら、今日8年ぶりぐらいにあの画面に山里が共演してる姿を見て感じてくれてると思いますけどね、ガクガク震えながら、ああまた壁に押し付けられたらどうしようみたいな感じでね、ドキドキしながらいたわ今日はもう、うん、いらない緊張があってさ、それでまあ漫才やらせてもらってね、でまあもともとこのね出番が決まった時にね、もう決まった時にちょっと好きなネタがあるから、まあまあまあママタレのネタねやろうっつって、ママタレのネタまあ何回キャンディーでね、やりたいななんて言って、でもスタッフさんに確認しても、あいいですよなんて言って、何でももう好きなやつやってくださいっつって、じゃあママタレのネタやろうっつって、でいざ始まって、でこう朝行ってね、でもネタやるわけじゃない、ネタバーって言って、でそのさセンターマイクのところにねトップ出番ですよ。もう正直ギリギリまで楽屋にいたからさ、いろんな理由で、いろんな理由で、うん、下手に楽屋から出てるところにあってさ、うん、もう怖いから、もうトラウマだから、うん、もう払拭的にはトラウマがあるからね、うん、もう怖いからずっと潜んで息を潜めて、ギリギリまで
あのこう楽屋行ってよし行こうっつってパーって行く。じゃあ、出番、ここで、登場してくださいって言えば自分のネタがバーって来て取り込んでセンターマイク行って、あ、いやー、わ、ほんとやっぱわ久しぶりだ、超怖いと思いながら、でもちょっと心を落ち着けてやって、でまあネタに入るね、まあどうもなんかキャンディーズバーガーで、まあ、つかみがあってね、でしずちゃんのまあ一言からまあそのネタのこうテーマがまあわかるわけでね、しずちゃんがあの私なママタレになりたいねんですね、言って、いやしずちゃん、しずちゃんがママタレって言って、うん、あのそのちょうどねしずちゃんに話しかけるときにその芸人さんたちが座ってる席がいるけど、いやしずちゃんママタレって言ってパッて芸人席見たときに、その奥にすっごい悲しい顔してる藤本さんがいたのネタのチョイスを、ネタのチョイスを、なんかそのね、俺がまるでちょっとこれやるね山里と、エッジ効かすね令和2年今日このタイミングでそのネタ持ってくるみたいな空気になっちゃってさ、うん、まあでもあの終わりに藤本さんが挨拶させてもらって、優しくて、いやまあそういうことだわみたいな、ちょっとまあね、さすがだなと思ったけども、それももう早く武器に変えてたけど、とまあ楽しくさ漫才やらせてもらってね、ありがたいなとこう思っててさ、でありがたいって言えばですよ、昨日ですよ、昨日ね、山里紅白に関わってたんですよ、紅白歌合戦でございますね。そこにね、まあ、裏トークって言って、まあ、バナナさんとかサンドさんがずっとやってらっしゃった今年、まあ、去年の第70回の裏トークは私と、まあ、渡辺直美ちゃん、そして、NHK のアナウンサー、杉浦アナウンサー、この3人でやることになって、裏トークってやつなんてさ、もう、顔合わせとかもあんだよ、前日に。前日顔合わせって言って、あの NHK ホール行くわけ。もうセットも立て込んであって、スタッフさんももう、総勢6000人ぐらいかかってたって。怖くて一回に。でね。で、あの、顔合わせですって言っても、僕らはもうその、客席のところにある裏トーク席に座ってさ、直美ちゃんと、俺とね、アナウンサーの方、杉浦さんと座って、でさ、したらこう、ゾロゾロとさ、ステージ上に出る人みんな出てくんだよ。その演者の方々が、うわーすげーなーってみんなが並んでるわけ、そのオープニングの、時の並び方で。ね。そうそうたるメンツよ、まあ、紅白のラインナップ皆さん見ていただけたら分かるとで見ててさ、で何か所かまあ練習とかもあるわけ、ね、でその前にバーって内村さんと、桜井翔さんと綾瀬さんと花尾さんの方が出てきて、でまあ、お願いします皆さんって言って挨拶のこうなんて総合演出の方がこうね、じゃあまずは総合司会はみたいなでこう紹介してくれて一言あるみたいな、で裏トークはって言ってまあ紹介してもらう、もうアーティストの人がみんなこっちバーって見てね、でまあちょっとね皆さんよろしくお願いしますみたいな感じで言ったら、もうちゃんとこう席に並んでるね、言ったら紅白今年ですから陳さん愛子さんがいてこっちにさ手振ってくれてよね、うん、でこれも調子乗って手を振ってみたりとかしてでみたいなさ、でまあじゃあちょっと一曲のパプリカ風鈴のね、うんパプリカをみんな踊るとこありますんで、ちょっとパプリカの練習をしましょうみたいなのだってさ、でもね、で、俺たちのとこに、ちょうどね、本番でどうぞお使いください、自由に双眼鏡があったの。で、双眼鏡であったからさ、俺は踊りは早々にね、後でちゃんと覚えようと思って、このこういうリハの時に、この踊りの練習とかって、その人のこう素の部分が見えると思って、ね、めったに見れないじゃん。パプリカを踊る誰々っていうの。ね。で、すごいそうそうたるメンツがいる中で、俺はちょっとこの双眼鏡でそこに焦点を当て続けて、その人を観察しようと思った。で、誰にしようかなと思った時に、一番パプリカを踊ってて、俺の中で胸ときめくのはこの人だって、俺、五木ひろしさん、自分さん。ね。リハの踊り練習の五木ひろしさん。で、パプリカの踊りって、まあ、みんながね、こう種が、芽が出てみたいな振りなんですよ。で、すごいのが、終盤にね、フリーっていうのがあるんですよ。ここは皆さん気分、思い思い自由に踊ってくださいっつって。そこの五木さんが見たかったのよ。で、バーってやってるんで、で、パプリカの風鈴が歌ってくれてるんで、先生が教えてるんで、はい、じゃあここは自由ですって言った時に、五木ひろしさんがロボットダンスやった。痺れたね打ち合わせでもさすでめっちゃ全力だからね、五木さん。いや
や素敵でした。そしていよいよ本番迎えられて一曲いきます、ネクライトーキーで夢見るドブです。いやー本当にそれでまあ紅白ね昨日が本番当日ですよ。まあね、結構バタバタして、朝からケーキ満開テレビっていうね、フジテレビさんでやってるやつで、生放送やってね、本当、石破茂さんに、ミッキーの格好をさせて、ディズニーランドを歩かせて、うんちこ喋らすっていう、かなり斬新な番組を、やってですね、で、それが終わって、すぐ玉結びで、そう、玉結び生放送終わって飛び出して、まあ、もうすぐ紅白みたいなやつもやらせてもらって、で、ね、いざ紅白本番ってなんだけど、で、楽屋にさ、行くわけですよ。ね。楽屋当日ってびっくりした。楽屋のね、自分の楽屋の、まあ、行く途中もすごいんだから、いろんなところにさ、もう、名だたるアーティストさんの名前が貼ってある、バリっていうのあるわけよ。そこの中はね、通って、一番奥の方にあった、一番奥の方の自分のね、小部屋入ったの。なんかこう、そこに入ったらさ、自分の楽屋の、こう、奥、一面にさ、紙袋みたいなのがいっぱい置いてあるわけ。え、なにこれって言ったら、すごいのよ。紅白って、いや、そういうしきたりがあんだと思って、まあ、わかんないけど、驚いたのが、そこのいろんな紙袋なんかにいろんなものが入ってるわけさ。ね、おまんじゅうのやつだったり、どら焼きとか、あとなんかこう、なんか、パンとか、なんかどっか有名な、あと、なんか、クッキーとかなんか入ってて、そこに、それぞれアーティストさんの名前が上がって、楽屋見舞いとか。へぇー。その出るあったから、その、ね、椎名林檎って、さんの名前が書いた、ほんと、ロープレで出てきそうなパンもらってるんだよ。あのね、なんだな、パズーが食べそうなパン、うん、が、なんか、パズーが食べそうなパンを、うん、これはビニールじゃないみたいな硬さのビニールで来るんだよ、やつに、椎名林檎さんの名前がとか書いてあったわけさ。ね、で、すごい。で、もちろん、内村さんの名前も書いたものもあるの。学園名。で、そう、すごい数あるの。めちゃくちゃ。だって、学園だったら2、30個あるんだよ。そういうのが。で、それぞれの、ね、演歌歌手の方の名前を書いたやつ、岡みどりさんのね。もう、いろんな方のあってさ。で、俺も、マネージャーさんたちもね、紅白初めてなわけよ。で、そのしきたりを知らないからびっくりしちゃってさ、もう、一番下のマネージャーのさ、子なんてさ、もうガクガクしちゃって、どうしますつって言って。いや、どうするもこうするもわかんないよ。つって言って、ちょっと確認してきます。とか、何確認するのかなと思って。電話さ、始めたから、どうしたのって言ったらさ、吉本に面白い恋人の在庫がないか確認します。恥をかかすんじゃないつって。白い恋人に、ね、なぞらえて、吉本興業が作った面白い恋人。あれを今から、ね、本社に確認して、ね、しかもなんで本社になるかわかるかって。あれは、本家から訴えられて在庫を引き取ったからあるんだぞ。そんなものを今からね、山里がお世話になってますって、このトップ、ね、アーティスト、司会者の方に配られて、これは情けないって言っても結局断念して。ね。で、いざ始まってみたらすごいわけさ、もう本当に、もうさ、いろんなアーティスト、そしてね、ラグビーの日本代表の方々とかもね、いろいろ絡ましていただいて、まあ、すごかった、とにかく。もうさ、昔からさ、怖くてめっちゃでっかい場所でやってるイメージあったじゃない。とか NHK ホール。まあ僕もコンサートとかなんか見に行ったりとかしようと、そこだけで行われるんだけど、もうすごかったね、あれは。それをもうね、いろいろなんか喋りながらさ、やらせてもらって。で、審査員席パッと見ると、すっごい寂しそうに伊達さんがこっち見てるってね、その繰り返し伊達さんなんつって一緒に手振りながら見てた。まあ本当に、どのアーティストがすごいとか、もうそんなんまあ、ね、もうどのアーティストもすごくて、もう泣きそうになるような状態でやらせてもらって、まあ本当に楽しく、その、紅白ね、終えまして。で、まあ、終わりに、まあ帰るとなるわけですよ。で紅白、帰る、道、まあ、車で帰るわけです。で、車でバーっと家の方に、まあ向かって帰るとき。で、まあ、そこから帰り道のところで、相方の家もあるから。ね。その相方がすごく嫌がってんだけど、その俺とワンオさんが結婚することによって相方の家の存在、場所を知ってしまったから、相方の家だとわかんないね。で、パーっと通って、まあもう、時刻はもう日付は超えてですね、もうカウントダウンをね、やってましたから、まあ11時45分ぐらいまでやって、
で、カウントダウンを終えて、で、まあまあ結構な遅い時間に、帰り道、家の電気がついてた。で、家の、おしずもいるんだなって、まあ起きててね、こんな時間まで起きているんだな、なんつって。ね。で、何してんだろうな、と思って。もう今コンビ仲がいいですから。そんなこともね、聞ける中であるから。まあ、聞いてみたわけさ。連絡して、おしずと電気ついてると。今年越しで何してんのって言ったら、まあ、みたいな。ちょっとなんか、ぼやかすから、えっつって。いや、まさかだけど。男といいのかいって言ったら、まあそれ、もう、みたいなって、うん、ってなって、うん、誰って言ったら、ネゴシックスとタニプラスワンって言ってた。ドローン芸人タニプラスワンとネゴシックスと3人で年を越しとったって。山里亮太の不毛な議論。いや、年末年始本当にありがたいことで、自分がこう漫才をやってる姿をたくさんね、こう届けることができたと、本当にこれありがたいなと思って。まあその中でも自分のこう漫才のスタイルとして、本当にむちゃくちゃなボケとやらせてもらって、まあオードリー若林ですけども、さよなら足りない二人ってね、イベントありましたんで、信じられないことばっかすんだよ。本当にもうちゃんと打ち合わせをね、ある程度して、本番もネタ作って、ね、ネタを作るっていう工程を見せて、それで漫才やったら、っていう話で俺は打ち合わせで聞いたら何も言うこと聞かずにね、勝手にスタートして、勝手に楽しそうに人のこと丸裸にして、行かれてんですよ、ね。見てくださった方ね、いるかもしれませんけども。でも、どういうことだって、考えて。でも本当にもう今日はね、向こうがね、よくね、情報解禁とかをね、勝手にするから。でも俺、情報解禁するほどの度胸もないから、ちょっと匂わせたりとかしてるわけよ。うん。まあ、いるよ。うん。すぐ近くに。あの男が。来てよ。もう。その俺がこう、構えてさ、おい、お前来いよみたいな感じでやってもどうせ。変な感じされ。どうも、明けましておめでとう。そこなんだよ、そこなんだよ。オードリー若林です。いや、違う、歩きながら言うようなことじゃないだろうよ。俺もうなんかその、怒鳴りながら入ってくるとか、そういうランクじゃないから。ランクで言うんじゃないよ、え？しっとり入るの。そういうとこよくないよ、ね。俺は今日だってまた昔、ね、初めてこう、有楽町との戦いでね、うん、来てたジャングルで探してきてんだから、一応。見つからなかったら来てないよ。その、有楽町と赤坂のなんかとか、うん、誰も興味ないよ、もう。今、そのなんか、その、社員ぐらいなんだよ、お互いの。その内容をちゃんと届けたいんだったら、せめてもうちょっとニヤニヤ減らしてくれ。TBS と日本放送のコラボだとか盛り上がってるの、ラジオ好きだけだぞ、それ。嘘。そうだよ、もう。みんなピリついてんじゃないの、今。ピリついてない。全然ピリついてない。もうどんどん、どんどん出ようと思ってんの。もう不問な議論。背もたれにそんな4日かかんない、若ちゃん。久保田くんぐらいのペースで来ようかなと思ってんの。でも興奮したね、ヒットパレード。品川さんと同じ。名前出せよ収まってるなんて。あれ以来じゃない？どれ？行列以来じゃないの？行列以来だから。名前を出すんじゃないよ。いやー、出させてよ。あんなオープニングで喋られたらさ。怖かったんだから。久しぶりに。いや、もうダメね。やっぱもう怖いもん、怖い。でもさ、うん、俺思ったんだけど、足りなくてのライブの時さ、恵方巻きのさ、ケンとかさ、若い不毛のリスナー知らないんじゃないの？知らない。あの話も。だからさ、何年前の話なんだよ、それ。そのさ、お寿司のさ、なんでこの人たちは恵方巻きでこんなに楽しそうしてんだろうみたいな空気になっちゃったよ、うん。若い子はね。あと、若い子が、日テレさんのご厚意で、恵方巻きのくだりカットしてくれてんだよ。あ、そうなの、うん、あ、そうなんだ。カットしてんだ。そうなんだよ。まいっちゃうね、それも。まいっちゃうね。あのさ、こんなこと言ったら興ざめかもしんないけど、うん、そこら辺デリケートな話ってるのは、さっきたまたまコンビニで会っちゃって後に言ったじゃん。
でもそれ本当にデリケートなのかな今若い子不毛の20代の子とか知らないでしょ。いや本当知らないみたい。だから本当にさあのさんの時もさ、うん、あの恵方巻きのくだり、うん、あのさんなんかあんまだったもんね。だからそうだよね、反応がでしょ、うん、うん。だから恥ずかしいのよ、うん、おーいって言ってる俺が、うん、だから新しい新規の不毛リスナーはその恵方巻き不毛な議論でネット検索してほしいよね。そうなんだよ、ちゃんと知ってほしいよね。いやいやもういいんです、その負の遺産はさあの負の遺産を、うん、確かに確かに、うん、でこのさもう出会って今こうやって会ってさ、うん、数分のことがさ、うん、なんて言うんだろうな、うん、文字にね、うん、あの温度ゼロの文字に起こされた時に、うん、ね温帯にお届けになられた時に、うん、俺もう一発怒られたりしたらどうしてくれるのよ、うん、ちゃん今もう怒られないでしょさすがに。怖いよやっぱり今日も本当になんとか視界に入んないようにしてたのね。てかさそういう風に言うからいけないんだよ、怖いよでも本当にって言うからいけないんだよ。だからでもなんかされたとかじゃないよ、うん、一方的に俺がもう怖いっぱなしよ。そうそうだよね。だって今日だってさ、うん、正直さ、うん、あの楽屋のフロアが近いわけよ、はいはいはい、ね。むっちゃくちゃ直前に俺トイレ行きたかったけど、うん、結局もう会ったらどうしようって思う。てかさ、久しぶりに俺5年ぶりよ、不毛な議論くんの。2010、だから12年だったよ。そうか。もう5年もっとよ。あ、そんなに?7年ぶりなんだよ。7年ぶりでさ、またお互い、おまきの話するのやめようよ。そこなのよ。もういいのよ、更新していかなきゃいろいろ。40超えてんだから。あんたもさ、うん、休まないよね。本当に元日からこんなラジオ出てくんなよ。このスタッフがもう休めないんだぞ、山里が海外旅行行かないせいで。和音さんと行けよ言ったんだろ、どうしますって吉本に聞かれてやりますって。言ったよそれは。休めよ、せっかく1月1日こんな日の夜できることないじゃないの。そう、和音さんと行かなきゃ、ハワイとか。そうさ、ハワイとかじゃねえな、うん、お前んとこの嫁はな、ヨーロッパだろ、どうせ。ハワイとか避ける嫁だろ。そういうな、なんかな、ついにはうちの嫁の方もいじってきたな、結果。おめえさんからもらったね、名前のコップを大事そうにね、やっぱこのね、コップで飲んでから、お茶がちょっとまろやかかもとか言ってる、あんな、心優しいうちの和音さんに、そんなヨーロッパ、確かにな、イギリスとか行きたがるんだから。やめ、そうでしょ、うん、イギリスとかヨーロッパ行きたがるでしょ。行きたがるんだ。で、興味ないんだ、じゃあ。国内好きだもんな。好きよ、それは。りょうたはな。りょうたは。うん、さ、うっすら和音さんを憑依させて喋るのやめてくんねえから。そのりょうたって呼び方して。実は和音さんがさ、で、そのさっきから気になるんだけど、イントネーションが猪木さんなんだ。和音さんな、うちのライジオのリスナーでは。和音さんがさ、もう変えねえな、自分を。俺させてくれよ、ちょっとは。腹立つんで、そのクッキーモンスターみたいな笑い方、昔から言ってるけど、若ちゃん。和音さんがさ、ああ、負けねえんだったに、和音さんが。俺の結婚祝いでさ、うん、くれたんだよね、バスケットボールに、そうよ。俺の名前入れてくれて、そう。で、なんかバッグにもね、バスケットボール入れられる、俺の名前入れてくれて、うん、で、俺、あれ、届いた時思ったね、これは山里が考えつく大喜利じゃないなと思って、うん、あれは和音さんじゃない、三次元の大喜利苦手だもんね、山ちゃん。なんだおい、それやめてくれよ。そういうの逃げて避けてるけど、俺は。プレゼント大喜利苦手でしょ。やめてくれよ、だからそうなの。土曜日それをいじられた時に震え上がったよ。ね。一生懸命 SNS に反論の文字をね、何度もね、こう書いてみて、でも戻し消してね、これは結果、恥の上塗りなんじゃないかと思って、やめてやめてやめて、結局、聞いてるっていうような空気感だけのつぶやきで終わった日があったんだよ。そうだね。あいつめ的な。あいつめてんてんてんってのは、あれもう白旗だからね、こっちの。モノボケとかはね、あんまり好きじゃないもんね。うん、ああ、いじってくれたら、そう、そっちはよ、そのなんだ、グランプリとかでさ、大喜利のセンス見せてね、世の中に認められてるからいいけど、俺はまだ世の中にそこら辺で認められてないから、みんなに言わなかったらバレずに終わったところでしょうよ、そさ、今でもさ、足りない二人やった時にさ、うん、もう、まあ、いろんなとこで喋ってる話だけどさ、うん、R して、クリーピーナッツ曲作ってくれてさ、あいつな第一声でさ、終わったと、あれでしょ、うん、ライブ終わって、楽屋挨拶の時でしょ、俺さ、しばらく会ってなかったじゃん、9ヶ月ぐらい。ほんとだね。だから、その、和音さんとさ、うん。もういいよ、もうじゃあいいよ、訂正したら俺は負けた気がするから、うん。もうな、聞いてると思う。結婚したらさ、うん、その辺もなくなってるかなと思ったら、うん、現役のクズだよね。山ちゃんって。うん。あ、俺、なんだろう。傷つきすぎるとさ、もう言葉出ないな。クズとかじゃないじゃない。あれは、
むしろ逆にさ、ピュアよ。ピュア。うん、いや、かわいいよ、クリーピーナッツがさ、足りない二人にね、うん。まあ、自分たちで言うもなんだけど、結構こう、ビシビシ影響されてくれてさ。そうね、だって足りない二人って作ったのも、だって俺らがきっかけでしょ？そう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 。うん、して、もう気をつけ、ヒップホップの人間が気をつけして楽屋裏で待ってんだよ。直立不動だって、俺たち行った時も。で、俺はさ、嬉しくて、うん、それ5年後ぐらい、子たちが足りない二人っていう曲作ってくれて、うん、ライブ来てくれて。そうね。でありがとねっつっていい曲にしてくれてってたらもう第一声で R に若林の方が文字数多い中島なじゃいや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 って R してラッパーに気遣わしてんだぞ、うん、いやそこはさそれは分かったら強者の理論よそっちはそっちはね文字数が多かった側だからで逆だった時言ってた可能性だってあんだからねあのさ違うんだよもっと客観的にもっとさ、うん、もっと客観的にマクロで見てよ強者の理論って和音さんと結婚してんだよ。何が？いや、何がじゃ、誰が？和音さんと結婚してね、登ったステージが例えば高いとしよう。それはね、女優さんだ、女優さん。でも、そこのステージじゃないステージじゃない。うん、俺と若ちゃんで、ね、どっちに対して後輩が、ね、尊敬してる。あわやくば R に関しては俺のことを、うちのラジオの方を聞いてからスタートしましたって言ってるやつが、そうだよ。ね、後輩が人、じゃあ、女優ね、嫁対決だったら俺は別にね、あ、はい、それは強者の方に行くさ、そ、うん、そうでしょ、ね、その、若ちゃんとじゃないよ、うん、その、なんていうの、あの、世間的な、世間的にね、ステータスというのであれば、ね。でもあの時は、後輩が、どっちをね、ね、うん、尊敬してるかという土俵なわけじゃん。そこは、別に、嫁が、え、葵優だろうが関係ないわけ。でもそれ、これを今多分本気で言ってんじゃん、山ちゃん。本気以外だからなんかみんな応援しちゃうんだよな、山ちゃんのことを。お前はそうやって俺が応援される姿を作ってることをね、陰キャ詐欺みたいなことを土曜日言いやがって。え？あいつはこう、闇のやつ集まれって言ってね、小山の大将、いたんだよ、うちの団地にも。ね、3年ぐらいの学年下の子供を集めて探検してるやつ。人をそいつみたいな扱いしやがってさ、は、真っ赤になった。俺はやっぱ俺は、まあ、タイムフリーで聞いてるけど、ね。聞いてたらさ、あの言い方よ、俺たちそこまで敵じゃないだろうよあれは恥ずかしかった俺は若ちゃんにやる、ね、でしかもねでも俺はでも山ちゃんは詐欺だと思ってない本当にあこれは、ま、マジなんだなと思ってそれ足りない二人ライブ終わってさ、うん、直後になんか安嶋さんがね、うん、そこですよねなんだっけななんか寄せ書きお客さんのそう感じになったんだよね。あれね、なんか二人のイラストが書いてある看板にさ、うん、寄せ書きするって、うん、ああいうの安嶋さん仕掛けるの好きだからさ。まあ、そうなんだ。なんかファンの生の声とか好きだから、ね、あの人、うんうんうん。あれは大事だって、いや、いいじゃない、あれは。ね。だから、そこで写真撮ろうって移動したら、ほんと言ってたもんね。あ、これ、若林の方は寄せ書き多いな。多かったの？いや、俺、あの時、やっぱ、震え上がったけど、これやっぱ詐欺じゃない、マジなんだなと思って。だからみんな応援しちゃうんだな。でも、不毛のチームも思ってると思うよ、うん。そろそろ次のステージのトークしてほしいって。そのもういつまでもさ、そのお前の方が寄せ書き多いなって。ばっか、あとあれだな、最近オープニングで多いの。お前感謝多いな、最近な。そりゃそうだろうよ。ありがたいな。何回もありがたいなって言うな、毎週。ありがたいことがあるから感謝もするだろうよ。いいんだよ、もう感謝なんかしなくたってよ。ニヤニヤしながら感謝のこといじられた。じゃあ早くさ、もうこういう気持ちなんだ。水曜ジャンク、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 山里亮太の不毛な議論。R指定の件なんだけどさ。いや、もういいよ。また応援すんだよ、140の客が、そんなこと言ったら。俺がやってんだよ。頑張れって。いいじゃん、頑張れ、頑張れって。もう一番いいんだ、あれで、あれでゴールテープ来て気持ちいいんだから、もう。でもさ、足りない二人のさ、うん、話もしたいんだけどさ、うん、昔からだけど、足りない二人漫才終わった後さ、うん、袖ですぐ反省するじゃん。うん、だって、忘れちゃうだろそのさ、そこでミスったのとかを確認しといた方が次に生きるでしょうかなんか漫才舞台終わってすぐですよ。うん、袖に置いてある椅子とかにさ、座り込んでさ、タオルをこう頭から、うん、マイケル・ジョーダンの試合直後みたいにこう、こうさ。そういう風に見えてると光栄だよ、俺。バスケやった人間としてはそれに例えられる別にね。
でさ、声に出さなきゃいいのにさ、心の中で、あそこがな、うまく返せなかったなとか言うことによって、みんながお前を応援するだろ。いいことじゃないか、それは別に。それは応援と捉えてるから。お前そういう結婚の仕方したんだろ、応援されて。どういうことだ？俺が同情で結ばれたって言いたいのか？お前なんか家帰ってきて頭抱えてさ、応援のカツアゲして結婚したんだろ、お前。応援のカツアゲっていうのに関しては、結婚のきっかけかどうかわかんない。でも昨今、そのシーンはあったよ。よくないことかい？いや、よくなかないんだけどさ。反省することがあったんだよ。今回のさよなら、さよなら足りない二人だってさ。今回もなんか直後に反省してたってね、安島さん言ってたけど。喋りたかったけど、お前帰ったろ。もう喋りたいこと全部喋ったっつって。カリスマ性出すなよ。そういうことで。いや、なんか、もう喋れなかったあの日は、なんかあの後さ。一番かっこいい帰り方したからね。そう？そうだよ。いや、俺ね、それはね、なんでかっていう理由があるのよ。何よ。かっこいいっていうことに、まあ、なっちゃうのかもしれないんだけど、5年前でしょ、うん、前の足りない二人、うんそね。その時俺ね、根に持ってんの。山ちゃんと安島さんに。何よ。なんかね、俺、なんかこう、ほら、あの時ってさ、うん、今みたいにさ、テレビ局もさ、何時に電気消して帰んなきゃいけないって、あの、働き方改革で、今そうじゃん。うん、だから、なかったよね。なかったよ。あの時、5年前は。うん、だってもう本当に、夜中までずっと稽古して。そうそう。山ちゃんさ、あの、宿直室、あの、うん宿食仮眠室。仮眠室あったね、日テレの中に。泊まってさ、うん、あの天の声の見守りね。あそこありがとうな。それは、いや、俺は言いたい方なんだけど、こういうの。でも大事にしてるの分かるから、そこは大事にしたいのよ。ごめんね。だから、あそこで仮眠室で寝て、そのまま見守り言ってたもんね。言ってたよ。で、それができなくなったから、一切会わずにっていう。今回ね、あんだよね、今回働き方改革で。働き方改革の影響だったんだ。あんなとんでもない漫才を生み出したのは。で夜中はもう会議日テレできないんだもん、だって。あ、そうなんだ。今できないんだよ。はぁそうそう。だからよくわかんない。エレベーターホールの前で安島さんと立ち話して、うん、それでも警備員さんに帰れって言われて。あ、夜中やってたんだ、一応。いや、なんか、差し迫った時に、うん、なんか、ちょっと確認したいことあるんですけど、つって、うん。で、それでさ、思ってて、それ5年前の話よ。ああ、5年前だよ。そう、そしたら、なんか俺がさ、ほら、夜中でさ、寝てなくてさ、うん、お互い。それでネタとか作ってたからさ、うん、なんかこう、バッテンが多いとか言うじゃん、よく。いや、本当にそうじゃんか。うん、めちゃくちゃ客するじゃん。で、5年前のさ、うん、打ち上げの時さ、山ちゃんがさ、うん、いや、僕が若林に対して途中で悔しくて、うん、なんか、帰り道、石ころを蹴飛ばしながら帰った夜もありましたみたいな、なんかさ。あ、そうね、挨拶のこと。そういうなんか挨拶好きじゃん、山ちゃん。なんか好きとか嫌いじゃなくて、事実を伝えるときにチョイスしがちってだけね。別に好き好んでやってませんけど。なんか、一回まず、ね、打ち上げの挨拶、一回最初笑い2個取って、うん、その後逆境話入れて、このチームで頑張りたいで、乾杯がいつもの流れじゃない。俺のレシピ読み上げんなよ俺の大事なレシピを。え？フルコースね。フルコース、俺のフルコースよ。うん。で、最後に、ちっちゃい、みんながいいな、ほっこりするって笑いも入れる、デザートも入れるときあるな。乾杯の後。そりゃそうだろうよ。乾杯の姿をこう、よーく観察してね。今、片山さんがこうでしたけど、つって最後笑い取って。あ、細かく見てからきゃいけないね。うん、出ましたよ、本当に。グランメゾンですよ、あれは。グランメゾン。ですよ、グランメゾンとかいいんだよ、めんどくせえな。めんどくさいとか言うんじゃないよ、ね、そっちだってマイケル・ジョーダンさん来たよ。元日の深夜から頭回すなよ。そっちがマイケル・ジョーダン出したときに、ああ、若ちゃんね、そういうね、玉込めてんだったら、こっちだってね、ちゃんと玉こもってるよと。お前、元日から頭回すなよ。頭を回しちゃいけない日っていつなんだよ、じゃあ。疲れるよ、こんなラジオ。そんな例え深夜1時40分にバンバン出されたら。お前、リスナー疲れてんぞ、お前の例えに。疲れてんのか？疲れてんだと言ってるよ。そろそろ趣味の話とかで30分終われ。無理だよ！ 笑いのない趣味の話する人もいるだろう、パーソナリティで。笑いのね、趣味の話して終わる人になれよ、お前。俺はそれに対してもね、いろんな、こう、なんていうの、装飾品をつけながら名前を言おうとして自分が怖かったよ。足りないスタイルとかセンターマイク思い出しちゃうんだよ、俺は。そうだよ。ほら、CM 行くってことは、あいつ、あいつを言うなって空気になっちゃった。よく止めた、広重って言った。CM 中行って。水曜ジャンク
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論いやもうすごいな、第7世代に対してもか。なんでさ今ね CM でいろいろ喋ろうって言って、そのお品書きそっと添えてごらん。みんな勝手にこのメニューこれなんだろうなって頭の中で考えちゃうよ、悪いこと。別に敵はないよ、第7世代っていうのは新しい。そうね、うん、本当にさ若ちゃんとかほら本当に心から絶賛できるじゃない。ペコパとかね。そうよ、うん、ペコパはそうでしょ、あったかい気持ちになって、あいいな今こういう時期だろうなみたいな感じでしょ。それの、うん、気持ちもあるよ、うん、でも否定しないというツッコミのパイオニアみたいなことを周りが言うのはちょっとお前はそんなにもさすがに大人げなさすぎる。否定しないツッコミのパイオニア俺ですってことを今言ってんだよ。俺とまでは言わないよ。俺とまで言わなくねえだろ今の言い方お前そりゃずるいぞ。最初の戦闘集団には誰か、俺がね戦闘集団、戦闘って言い方も失礼だけど走ってるいたと思うよ。俺の前でもひょっとしたらいるかもしれない。俺はがむしゃらにその集団の中にいたから気づいてないだけで、ただね、いやめんどくさいよ。俺高校の時の部活でもいたわ、社会人でアメフトやってる先輩って。いや待って、本気本気でぶつかってくる人。俺はねそういうの本当に OB がね、うん、OB が部室でする、ね、エロ話って一番嫌だったんだよ。お前今否定しないツッコミのパイオニアは俺だって。そこまで。いやお前それは赤ちゃんちょっとチャレンジしたいぐらいよ俺。何いや言ってたもん。言ってないねそれ。バカちゃん、それパイオニア俺だ、パイオニアだって言われ、パイオニアは俺だよって今言ってたよ。言ってない。細かくちっちゃい声で。ないよそんな俺がそんなサブリミナルトークするわけないじゃない。パイオニアは俺だよって言ってない。言ってたよ。それはよくない。それは今冤罪を生もうとしてるよ。一回再現してみよう。同じ空間を有志に集まってもらえね。めっちゃ面白い。バイってみんながみんなねそれを言っちゃうとさ、はいはいそうね。寂しいじゃないかって話よ別に。だって山ちゃん2000何年だっけ？2004。2004年でしょ15年前。15年前だよ。15年前にね、そこ、こんなのありますよっつって。すごいね。俺は知らなかったからね、それも。まあ確かにね。だから。いや、それでさ。絶賛したの？いや、そうしててさ、うん。面白いと思うよ、もちろん。そうじゃん。で、うん、そういう時期も、まあ、お互いあったじゃん、自分たちで言うのもあるんで。それで、その、足りない二人で会って、5年前の打ち上げの話戻るけど。あ、そうね。その打ち上げの席で山ちゃんは、なんか若林とネタ作ってて、まあお互い本気だから、ちょっとこう、食い違う時もあって、小石蹴りながら帰った日もありましたみたいな。でもなんかそれを乗り越えて、なんか漫才やりましたみたいな時に、安島さんが、よく言った山ちゃんって言ったのよ。あ、そうだったっけ、うん、俺それめちゃムカついてさ。何だよ。いや、その、二人のなんか関係性。まあ、それの家の方向が一緒だったからさ。いや、家の方向が一緒だったからさ。で、それはさ。同じ団地の子って結構結束生まれんのよ。一個なしじゃん。ああいうもう時間もない。二人ともスケジュール詰まってるっていう時に。うんうん、俺だってそうよ、それは。なかったの？いや、それはもう山里のツッコミにはもう勝てないって足りない二人で思ってない。それ俺は言わないよ。あの、飲みの席で。そうね。応援されちゃうから、それ言ったら。いいじゃん、いいじゃん、応援されていいじゃない。ね。いいぜ、応援って。してもらってみろよ。食わず嫌いだろ。お前、そういう結婚の仕方したの。やめろ、結婚でそれ言うんじゃないよ。同情なのか、俺同情だ。え？同情で結婚したの、才能に惚れ込んでたろうよ、絶対。そういえばさ、あ、これ話変えない方がいいか。その前のやつは解決させるまでもまた解決させるところにもう一回解決。あ、そうそう。それで応援されてるのがあって、うん、で、それで今回のさよなら足りない二人の打ち上げで帰った話よ。うん。また山里と安島があれやんだろうなと思ったから帰ろうと思ったのよ。そこと繋がんの？そう。いや、まあでもこれは本当にバカちゃんね、帰っ、いたらやったよね。で俺がさ、勝手にボタンを押してさ。そうよ。で、まあ、俺が、なんつうの、ネタをリードする方じゃない。そうね。なんとなく。うん、だけど、山ちゃんは、なんかその、全部、受けなきゃいけないじゃない。そうよ、だって。そうそうそう。わかんない、何が来るか、うん。で、あそこがな、とかさ、まあ、その、即興というか、その、稽古し、行き遣いもしてないじゃない。うん、で、その、山ちゃん何来るかわかんない。うん、そしたら、取りこぼしたとか、うん、あとこれが言えたなという部分もあると思うのよ。うん、もう俺もちょっと雑だったし。うん、でも、それを絶対飲み会で言ってたでしょ。言った。したら、山ちゃんそんなことないよ。
あの会社はすごかったよっていう会話があったでしょ。あった。それが嫌なのよ、俺。そこさせてよ、あの舞台上で傷だらけになった俺の心をさ、ね、そういうのヒット目の回復してくんないと。で、よく言った山ちゃんになるじゃない。そらなるよ。うん。もうみんなスタッフさんがね、うん、俺がさ、ぐでんぐでんになって、いろんな全方向に噛みついてる姿見ても、うん、そうなるよね。舞台でそれだけやったんだから、それ言う権利があるよ、つって。で、俺はいろんな権利を与えられるわけです。それはでも、山里亮太は、あの、一個気づかなきゃいけないのは、その、いろんな人にそのツッコミの、うん、それまあ、たとえツッコミってだけじゃないけど、うん、いろんな引導を渡してきてんだよ。だから見てただろ、紅白でたけしさんが言ってたでしょ、俺たちが世に出たから。あの、浅草キッドのね。そう、自分のなんか自分がさ、うん、応援されたいばっかりで言ってないんだから。その、引導を渡した罪は背負ってないだろ。そんな、だって引導ね、俺のせいでそういう風になったって人、うん、なってないもん、別に。もっとその人たちがさ、言ってさ、参りましたから出してくれたら、ね、参りましたのね、このポイントが溜まってったら、ああ、じゃあこれそろそろね、そういう風な位置に行かなきゃいけないのかなと思うけど。私は山里のツッコミに参りました。ニヤニヤすんじゃねえよ何なんか紙来たよ。チャレンジ。言ってたでしょ。ちょっと聞いて、自分で客観的に聞いた方がいいよ。いや、本当よくないよ。うん、ちょっと流してみて。ぺこぱはそうでしょ。あったかい気持ちになって、あ、いいな、今こういう時期だろうなみたいな感じでしょ。それの、うん、気持ちもあるよ、うん、でも否定しないというツッコミのパイオニアみたいなことを周りが言うのはちょっとお前はそんなにもさすがに大人げなすぎる。否定しないツッコミのパイオニア俺ですってことを今言ってんだよ。俺とまでは言わないよ。俺とまで言わなくねえだろ今の言い方。お前そりゃずるいぞ。最初、ね、戦闘集団には誰か俺が、ね、戦闘集団には、戦闘集団にはだっきり言ってんじゃねえかよ。あのね、赤ちゃんね、うん、言ってる。これは言ってる。これよくない。ペコパにも悪い。これはあんなにせっかく発明したのに、うん、俺がやってんだ。こんなずるい、汚い大人だったわ。水曜ジャンク、山里ジャンク、もう水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。水曜ジャンク、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 山里亮太の不毛な議論。まさかさ、こうやって元日にさ、山ちゃんがワオンさんと結婚してて、俺も結婚しててラジオがやると思ってた。まあでもちょっとそういうのはさ、結婚とかすると、そういうのが変わってくとかいうのは思ってたけど、全く変わらずよ。すごい、自分でさ、なんかこう、これ現実なのかって思うとき、未だにあるでしょ。しょっちゅうあるよ。それ、どういうとき思う？だから本当に、我がちゃんもさ、飯だね。飯ね。飯作って持ってかれた。作って、一緒に食べてるときとか。思わない？あの時。思う。なんだこれって。死んでんのかなって思う。そうだよね。死ぬんすかい。経験もしたことない、走馬灯が。そうそう。そうなんよ。でもさ、まあ、言われ飽きてると思うけどさ、なんかそれで闇がなくなったみたいな言われ方すると思うんだけどさ、闇同士で結婚してんだから、そんなわけないんだよな、山ちゃんは。なんて言うんだろう。ちょっと、かっこつけた言い方だから、俺の妻の何知ってんだよ。なんだ闇の知って。闇女優なんだから。闇女優なんて肩書、そんな肩書きだった時一回もなかったぞ。いや、だってさ、もう。だってさ、俺、記者会見見ててさ。フラガール見たか？あんなキラキラしてやってんだ。いや、素晴らしい女優さんで、もう、大好きな映画何本もあるよ。よかったよ。ね、俺ね。でもそれとこうやっては別で、記者会見でほら、人のすごいな、尊敬するな、感動する部分と、そうそうそう、これはちょっとって思う部分が似てるって話だったじゃん。ほぼ一緒よ。山里亮太とこれはちょっとの部分が似てるなんてさ、闇持ってる人に決まってんじゃん。ああ、否定できないな。じゃあ。だから。まあ、盛り上がるわ。だからなんか、女優っていう肩書きだけで世間はさ、闇じゃないと思うんだろうな。それこそカテゴライズだよな。
勝手にキラキラした人が思っちゃうんだ、うん、そうではないと思う。闇と闇結婚なんだからさ。闇結婚なんてやめてくれんだ。令和の奇跡だぞこっちとら。それをよくもそんなコーティングしてくれたな。え？でもそうでしょ。まあ、話は非常に合うよ。非常に合う。だから、この、なんか、テレビとか見せても、うん、なんか、あと今日会った話とかでさ、うん、こういうことあってさ、うん、こういうやつ見てさ、とか言ったら、うん、それはないねって話が合うわけでしょ。それ、若ちゃんも合うだろ。合うだろ。それは合うけど、うん、だから、それを、なんか、世間全然伝ってないね。あのさ、うん、特にさ、俺と若ちゃん、そしてさ、ばかりさんがなった時にさ、うん、なんかもう本当に、詐欺師みたいな扱いになった瞬間あるじゃん、なんか。あるある。うん。うん、なんか、結局、あいつらもなんか、うん、普通のやつだったんだな、みたいな。そのさ、急にさ、うん、俺たちを、なんかその、勝手にそっちで作ったさ、異常のキャラのそぐわなくなった瞬間にさ、普通のやつなんだなって言うことによってさ、すげえ上からこう、下にさ、ペッてつば生えてくる感じ、なんなんだろうね、あれ。いや、だからさ、でもさ、もともとさ、マウンティング気味に見てた人が裏切られたって言ってるだけでさ、うん、あってさ、不毛のリスナーとかさ、うん、山ちゃんと同じ、こう、価値観だ、みたいな感じで聞いてる人は祝福してんじゃん。優しかったよ、みんなそれ。うん。だから、その、あんまり知らない奴が言ってんだよね。そこなのかね、うん、なんか。だと思うよ、多分。そうね、なんか結局さ、うん、みたいなことさ、あの、陰キャで金稼いでたくせに、みたいな。で、うん、俺思ったの。で、うん、本当にそれこそさ、さよなら足りない二人でさ、うん、あの、若ちゃんにさ、縛り上げられてさ、うん、あれ本当楽しかったんだけどさ。いや、俺さ、あれは、やっぱ、山ちゃんの M ってすごいね。俺ね、なんだろう、こう、ドラゴンボールとかでさ、うん、強い奴が向かってる時にさ、来るって思う瞬間だよ。向かってる時に来るぞって。あ、ザザッとしたやつね。あれがあった。俺やっぱすごい。あとね、やっぱもうちょっと見たいね、山ちゃんのその部分は。だから、ほんともう結婚生活でもう一生さ、きっこ縛りは受けれないわけじゃない。ええ、ちょ、待ってください、そのさ。きっこ縛り受けてね、汚いヘリコプターなんだぞ、お前はって上手に言われてた、山ちゃんがさ。そんなあって、そんな時期もあったよ、それは。うん。だからもう無理なわけじゃん、家庭内でやる以外、それを。そうや、そう、そうなりますよ、それは。うん。だから。ヘリコプターにはもう一生ならないんだよ、俺は。それはさ、ちょっと寂しさない？ヘリコプターはなれない。ヘリコプターにもうなれない。棺桶までと思うと。うん、だからほら、このさ、この正月の時期ってのはさ、ニュースとかでさ、この空撮で結構いろいろ撮ってんだ、街中を。ヘリが多いのよ。あれ見てな、こう、パーっとこう、見てる時の目が、うん。なんだろう、こう、翼を失った鳥がさ。いや、お前さ、それは話違うよ。え？それもヘリコプター自体に、もう、目線がいってるじゃん。え？比喩として言ってるから、女王様は。お前がヘリになりたいわけじゃないんだよ。これ若ちゃん、こうなってくるとだいぶ迷宮に入ったね、今俺は。迷宮に入ってない。でさ、本当にさ、うん、そのなんか抑圧された分がさ、うん、漫才の舞台上で出ちゃってるっていうかさ。いや、だから楽しくて仕方なかったもん、あの時は。俺の頭の中では、うん、なんか、ね、あの映像オンエア、ね、足りない二人この間、二日前ぐらいか、うん、やってんの見て、俺的にも反省あんのは、うん、どう終わらせようっていうのと、うん、どういうどの設定次やろうかなと思ってんの。設定はもうかなりの数浮かんでるから。浮かんで、あの時さ、漫才やってる時さ、センターマイクのとこでさ、うん、浮かんでる設定をこう、うん、配置してんの。それとも、うん、この状況でこんなことやったら面白そうっていうので、うん、そこで生まれた設定みたいなのあるの？両方あった。俺だからさ、足りない二人、もっと足りない二人のさ、うん、ライブのさ、うん、前さ、水曜日さ、うん、俺さ、気づいたらさ、うん、ここまでさ、ジョギングしてきちゃってたのよ。嘘だろ。いや、なんか頭の中で山ちゃんと漫才しながら、うん、会っちゃいけなかったじゃん、うん、連絡も取っちゃ、うん、会っちゃいけなかったから、散歩してたの最初、うん。で、ちょっとこう、ジョギングしながら、山ちゃんこんなんやったらなんていうかな、みたいな思ってたら、うん、TBS の入り口まで来ちゃった。水曜しかも？うん。で、自撮りだけして帰ったんだ。後ろ TBS。で、乗っけようかなと思ったけど、深夜。でも、まあなあ、やめとこうと思って。はあ、そうだ、一個さ、そう、クレーム言いたいんだけど。まだあるの？禁止されてたじゃん。LINE のやり取りも電話も一切。そうね。うん。それは分かってるよね。分かってるもちろん。でさ、いや、山ちゃん SNS 詳しいから知ってると思うけどさ。うん、なんか俺が山ちゃんの話題をインスタに上げるたびにさ、うん、DM? ダイレクトメッセージにさ、うん、お前やってんなとか、うん、DM で俺にメッセージを4通ぐらい送ってきたでしょ、うんうん、全部死活したけど。死活してるんで、それはもうシンプルに答え分かってるよ。うん、やってん
と思ったからだよ。やってんだもん。あ、そう。あのさ、うん、あの、直接は喋れないけど、うん、大人たちから交互にやっちゃいけないことって言われてたでしょ、うん、こういうことは言っちゃいけませんよ。情報解禁でしょ。そうよ。あれもなんか嫌でさ、もったいぶってんなと思って。もったいぶってんじゃなくて、お営業の人たちに迷惑かけてんだからな、あれ。今回の放送のやつもなんだよ。そんな注目されてんのかな。されてんだろ、あんなお前天才的な漫才やってんだから。お前さ、それ言うならさ、打ち上げでさ、うん、あそこがなとか言うなよ。それに関してはね、現あの時点見ていただいたあの時点でもいいと思うけども、もっと良くなれた、その良くなれたのになれなかった理由が俺にあるやつに関しては言わせてよ。欲しがったのよ。ちゃんと筋取ってんだな、うん、俺が欲しがって、うん、だ若ちゃんの思い描いたどこう道があってさ、うん、はいはい、で俺だ知らないじゃん、はいはい、知らないけど、うんうん、お客様さ、うん、優しい人笑ってくれてさ、うんうん、気持ちよくなっちゃって、うん、絶対これを俺が投げかけることによって、うん、若ちゃんが多分筋道描いてるとこに、うんうん、少し速度遅くしちゃってるっていうのは、うんうん、自覚あるわけよ。いや、それはいいよ、欲しがったワード入れて。お互い様だもん。それ吉本で喧嘩お笑いに囲まれてたからなんか萎縮しちゃってんじゃないの？あの流れのことを喧嘩お笑いって思ってんだな。うん、喧嘩お笑いじゃん。弊社の中にいる人間から言わせてやろうか。笑えねえんだ、一個も。そうなの？ちょっとごめんね、うん。うん。ミルクボーイです。いろんなことを忘れるおかんですが、ミレニアムのことだけは死んでも忘れないと言うてます。ニジです。フルフル。また今日に限ってさ、この単語出すんじゃないよ。ミレニアムの話も、そろそろもう時効なのかね。もう時効か。どうなんだろうね。時効っていうか、うん、え、やっぱ、俺たちの中にちょっと事件みたいなのがあるもんね。笑うよなぁ。なんか今となっちゃ笑うよなぁ。笑うよ。本当にテレ朝のさ、近くのさ、うん、和食屋みたいなところのさ。そう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 。4人、狭い4人しか座れないような机にさ、俺と若ちゃんと、ね、その時の総合演出の方と座って、やってたよ、あの時に。なんか、なんだっけ、もう始まってたんだっけ、あの、始まってたって飯会の時は。何の飯会？あ、それ飯会？始まってる、始まってる。だって、次の企画持ってきたんだから。まず、第1回のね、初回の収録を教えないっていう、ね、うんうん、全くいらないドッキリから始まった時に、なんかみんなが、勇気あるよな。心の中にさ、俺はそうは思わないけどね。あれはフジテレビらしい演出で非常にアゲアゲだったけどね。うん、それが、アゲアゲの時にやりゃいいけどさ、あげあげじゃない時にあげあげなことやったら、そりゃ下げ下げよ。じゃあそうだったじゃない。ね。確かにね。そうよ。下げ下げって言わないでよ、あの演出のことを。夢見せた人間たちの夢ぶっ壊したなら、それぐらい言われるけど、あんなさ、ね、同期ぐらいの人集めて、フジテレビのお家芸ですよ、同期ぐらいの人集めてさ、ね、うちの会社がプッシュしますよ、いろいろやっていきましょうっていう、ね、もうめちゃイケがあってさ、ハネルだ、ピカルだって、次に来て、俺たち夢見たじゃない。ね、お台場のさ、埋め立てた場所でなんかいろんなさ、うん、ね、いろんなこう、見せ出すさ、やつあるじゃん。夢列島みたいなやつとか。あんなんだってさ、うん、俺たちの人形がそこかしこにあると思った時期もあったじゃん。はい、一つも押されねえしさ、あれで。そうなったんだから、
それに関しては言う権利はありだ。ほんでちょっと入って、他のやつ応援しちゃってさ。で、スタッフさんとのその飲み会というか飯会みたいなのが番組始まって、みたいな。まあ、要するに、あのメンバーのね、得意なことっていうのが、ちょっとこう、まあ、噛み合わせが悪い。そうね。だから、いたのが、しっかり噛み合ってない。オードリー、そして、まあ、ナイツ、流れ星、ウーマンラッシャワー、で、俺か。そうそう。それで、あの、山ちゃんと、二人でその飲み屋に向かって歩いてたんですよ。そうね。だからなんか山ちゃんが俺にすごい、若ちゃん、どんなことを言われても、冷静にね、絶対、切れちゃわないでよ。まあ、ほんと、わかちゃん熱いからね、そこら辺ね。あと、頭いいからさ、お笑いのことに関してさ。いやいや。論破しちゃうのよ。頼むよ、つって。うん、熱くならないで、穏便にね、今回は、つって。うん、そりゃそうよ。で、飲み会始まって、と思いつつ、1時間半ぐらい経ってトイレ行ったんですよ。うん、で、トイレから帰ってきたら、うん、山ちゃんがブチ切れてたんですよ。お前が熱くなってんじゃねえか、つって。あれはね、熱くなるよ。あれは、うん。だってさ、ね、ナイツだ、オードリーだ、ね、まあ、ウマラシは流れ星、捕まえてね、ね、読めそうで読めないブランドの名前をクイズにしようって、それ熱くなるだろうよ。なんだそれは、つって。ブランドのね、ロゴのあれ全部出されてくる。INGN みたいなやつがあってさ、これって意外と読めそうで読めないんですよ。こんなもん俺たちがやって誰見てんだ、つって。あれさ、これ、誰もドコモの番組もやってない企画っすよね、って言われたんだけど、2週間前に日曜芸人で全く同じことやったんだよね。あともう一個出してたんでさ、俺が三色ショッピングでやったボケだったぜ。昼昼なんです。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。水曜ジャンク、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 山里亮太の不毛な議論。それはもう、でもさ、ちょっと、なんか、ここはぶつかることがいいのかなみたいな思ってたとかあったのかね、あの時ね。なんかちょっと頭でっかちだったなって反省はあるな。本当に。あの、だって向こうだってさ、悪気できてないですもん。本当にやろうと思ったからさ。今みたいにこう言われた通り100やるのと、50-50 と、話し合って、言わせてくれるっていう仕事をさ、分ければよかったんだな、ちゃんと。それができなかった。でもだから本当に、ひょっとしてそれができてれば、もうちょっと変わったの、本当に。変わってはいなかったと思う、俺。本当、確かにさ、大事な時にさ、マツコさんと坂上さん呼ばれた時にさ、俺たちでも完全にシャッター閉めたじゃんか。お前さ、変だぞ、構成が。俺らも CM 前に、まあまあ言ってたじゃん。まあ、その、ちょっと熱くなっちゃった。偉そうな話よ。35ぐらいだったじゃん、当時。そうね。そのね、ちょっと経験積んじゃった俺らと、うまく合わなかったんだよ。組み合わなかったんだよ。まあ自分たちができないこと棚に上げて言っちゃったってなって。棚に上げたな。で、CM 負けで、俺たちも安静あるなって言った後、坂上とマツコ呼びやがってて、またぶり返すおかしい。構成が。違うの。棚に上げてね。棚に上げて、その置いた手をこう引こうとした時に、なんか、すげえ汚れてんな。なんでこんな汚れなきゃいけないんだよ、つって。すげえって汚れてんなと思って、急にまた思い出しちゃって。すごいよ。その構成。無理よ。でも本当にでもそれは、さ、まあでもやれたら、まあでも苦手だったもんね。でも本当に下手だったね。まあ、いや、だからなんだろう、盛り上がり方は、得意じゃないメンバーが多かったね、また。なんか、なんだろう、その、文化祭で一番目立つ男の子たちの集まりではないじゃない。そうね。その目立つ子たちでやったら良かったようなことがたくさんあったもんね。その流れじゃない。だって、フジテレビのね、ああいうコントの番組。だってもうオープニングのさ、第1回目の時にさ、ね、バーっていきなり呼ばれてさ、お客さんバーって盛り上がって、泡がバーってかかったじゃん。みんなさ、口に入った泡をずっと取ってたじゃん、無言で。取ってた。抜けてたじゃん。そんなメンツだよ。あとさ、すっごいキラキラのさ、セットで、もう10代のお客さんびっしり埋めて、そうそう、シャボン玉と泡がブワーって出てんのに、全員私服がダサいんだよね。ダサい。カラーが全然出てない。誰も。
毎週シャッフル漫才みたいなことでよかったのかもね。いや、ほんと、一回シャッフル漫才みたいになったんだっけ、なんか。あったっけ、あ、なんかネタみたいなのやった気がするんだよ。それはすごい良かった気がするんだよ。あー、あれじゃない、芸人さんゲスト呼んで、そのネタみんなでやってみるってやつじゃない。そうだ、そうだ。そんなんとか良かったから。そう、でもそんなさ、今は思うよね。そんなんさ、これが良かったとかって言っていい身分じゃないのにさ、集められたってだけで選ばれた感で、言っちゃってたのがぶつかった原因なんかな。まあ。でもあっち向いて言えとかひどかったじゃん。お前さ、構成おかしいんだよ。構成おかしいんで、そのバックスフィーチャーで最後の最後にもう一回タイムスリップするか。そうそう、ほんで。やっぱね、今俺思ったの、やっぱ戻って、もっと遡って、俺がかなり優位な中でビフボコボコにしたいんだよ。やっぱちょっと今思えばビフムカつくなって、みたいな。やっぱ。いや、お前そんな足してこないでいいんだよ。俺のバックスザフィーチャーに。深夜に、深夜に。せっかくじゃない。いつ立たね、もう会えないじゃん。だって、ラジオ局で。頭回すなよ、めんどくさいな。そっちは、若ちゃん、それはね、若ちゃんが寝起きとかでぼーっとしてて、ね、ワードも何も置かない中で、今日大変だね、ぐらいの時だったら、俺だってそれは嫌だけど、バックスザフィーチャーであったりとかね。言ったらトークのリードをしてる中では、こっちだってそういうの出さないと、言われるわけよ。ああ、乾杯だったな、なんて。お前さ、乾杯だったなとか、そんなこと言われてもいいじゃん、もう。寂しいじゃない。センターマイクの前でさ、ね。お前そんなこと毎晩和音さんに聞かしてんのか。聞いてくれるよ。よくこんな話毎日、毎日不毛な議論やってんだろ、和音さんは。本当。よくおかしくならないよな。ここは聞き入れてくれてるだから。だからあんなになんかこう、憑依してたのかな、宮本から君への演技。ああ、いや、あれだから付き合う前だから。あれ付き合う前なのか。ああいうのをやってたから冷静さを書いて俺と結婚しちゃったんじゃないかって。それはあるぞ。ということで、笑い飛ばしてくれよ、そのまま。笑いをピタッて止めてるのはそれであるぞ。攻撃力がすごいんだよ。本当っぽくて。いや、ラジオやってんだ、二人で、リビングで。まあまあ、それはまあね。ああ、やってんだろう。まあでも、そんななんか俺がすごい付き合わせてるみたいな感じですけど、あっちもガンガンメールテーマ出すけどね。だから闇婚なんだよな、闇婚。俺闇婚なのかな。うん。でも言われんだよ、どうせ家帰って女優いいんだろっつって言って、うん、でもそれはみんな女優ってことで見るから、そうだ、そうだろうな。そうね。ああ、しょうがないよね。しょうがない。でもさ、それこそだから、その足りない二人の時にさ、縛り上げられてる時に、言ってさ、うん。いや、俺さ、あの時の、俺の中では、あの M、あれどうあの構成では、山ちゃんを縛り上げることによって、山ちゃんが出てる番組とかのこととか、うん、いろいろいじろうと思ってたわけ。はん。うんうん。でも、山ちゃんの M が凄すぎて、そっちがもうボケになっちゃう。俺がやってほしいのは、ジョー様のおかげで結婚することができましたって早く言ってほしいのに、ああああそれなんか、それ仕方ない。あのね、これもう、しょうがないのよ。だって俺がさ、女王様にさ、うん、漫才の中にいる女王様にね、うん、結婚の報告したら、うん、もう若ちゃんは俺をいじめてくれないわけよ。そしたら俺は椅子にもなれない。ね。イケアにも出荷してもらえないわけ。あれはすごかったな。このまま、イケアに出荷してくださいっつって。あれはもう、お客さんあんま関係なくなってたもんね、うん、山ちゃんね。もう、でも本当にもう、うん、あそこはもうセンターマイク、の前に楽しいだけよ。で、俺だから、山ちゃんテーブルかなんかにして、うん、椅子かなんかにして、座ってたよ、山ちゃんに、うん、ジョーさん。で、早く言わねえかなと思ってたの。うん、僕が結婚できましたってことを、うん、でも、全然言わなくて、ああ展開さすじゃん、俺の言葉をそれで。そうなのよ。でも、これはね、若ちゃんね、うん、こうなんて言うんだろうな。言わずに、待って、うん、ね、うん、その自分がいろんなものになればなるだけ、うん、また違って、た顔の女王様若ちゃん見せるわけよ。いや、俺はそんなつもりでやってないから。ま、あ、これさっきまでね、結構一本鞭だったのが次バラ鞭じゃないみたいなこと。じゃ、それはもう漫才じゃなくて SM をやってるじゃん。それは若ちゃんね。あの瞬間だけ空間がね、ナンバ秘密クラブになったっけ。ナンバ秘密クラブね。うん。山ちゃん御用達の。まあ、御用達のね。もう20年前か。懐かしいですよ。うん。本当に。それ何やっぱ喧嘩お笑いに囲まれてたから、やっぱ秘密クラブ行かないと耐えられなかったの。うん、喧嘩お笑いってなんかそんなのないんだから、さっき言ったけど。あれはね。うん。お笑い喧嘩なの、あれは。お笑い喧嘩、うん、同じじゃねえかよ。意味強くなってんじゃねえかよ。じゃあ俺さ、山ちゃんがすっごいいつも謎だなと思ってて、うん、すっごい自信ないじゃない。ないよ。
自分のお笑いの腕に。ない。怖いもん。でしょ、うん、だから、いやー、あのツッコミで良かったのかなとか、足りない二人の時もずっと言うじゃん、終わった後。で、なんでだろうなと思ったら、喧嘩お笑いに囲まれてたからかなと思うんだよね、環境的に。麻痺しちゃってどういうこと？いや、だからなんかこう、あのツッコミはないわ、みたいな話を毎日してんでしょ、うん、あ、弊社？そう。まあ、でもお笑いに対してはなんかこう、なんかいろいろこう、議論することが多い感じがするよ、周りに。そうでしょ。だからその中でさ、うん、俺のではこれでいいんだろうかってずっと思ってきたら、からかなと思うんだよね。いや、でも、なんか、その、そんなことって俺、こう、うん、足りない二人でしかやんないもん。あ、そう。うん。あ、そうなんだ。何回言うんですか、まあ、それ反省としてはこのワードがいいなとかあるけど、なんかその、それは自分をもっとよく見せたいとか、自分のいいツッコミもっと出したいっていう考えだけど。あ、出せたのにとか。そう。だけど、足りない二人の場合はさ、ここってもっと俺が、何秒か短く、ワード、文字数ここでやったら、もっと、面白くいけたのにっていうのがめっちゃ良かったの、うん、とかと、あとすげえ邪魔したなって俺めっちゃ思ってるのが。いや、俺でもオンエア見た後、俺はもうマジで、いやー、落とし方だけ。ずーっと考えてる、ながらやってるから、うん、山ちゃんがいいことを言ってんのとか聞いてなかったのよ。それはそれでも。めっちゃいいこと言ってたね。オンエアで見たけど。どことか、ツッコミ縛り上げられた時？いや、なんか、ツッコミもそうなのよ。あ、こんな例えツッコミしてたのかって俺聞いてない顔してるもんね。確かに刺さってない感じしてるから、それも結構傷ついて。俺の中で好きなツッコミ何個買ったから、それ。いや、で、それはさ、余裕ないよ、こっちも。そうだね、それそうだね。押しちゃったから、ボタンを。あ、そう、お前のせいじゃないか、それだから。いや、そう、だから、それを、だから、構成を先にね、みんなスタッフさんは最初に30、まあ、少なくても30から1時間ぐらいの打ち合わせがあってボタンを押して、せめて構成流れを教えるっていうくだりを無視したせいで起きたことじゃんか。だったらもっと聞いてくれてたら、俺いつこれやったんだよ。いや、わかってるよ。お前もういいだろ、それ言われんの。どうせリスナーも山ちゃんすごいって言うんだよ、どうせ。いや、俺が言うと山ちゃんのすごいに具体例が最近ついてきてないのよ。そうなってくるとさ、ね、わかったわかった、お前はすごいな。よくこんなのリスナーでいられんな。こういうのを応援してくれるのよ。お前、それはお前が言っちゃダメだよ。これ俺の仕事だから。ありがたい。お前は自覚しちゃダメなんだよ、それは。自覚させたらそっちだろうよ。何か話したのか、これで。橋本環太郎に行くなよ。山里亮太の不毛な議論。水曜ジャンク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 。山里亮太の不毛な議論。ヘラヘラすんじゃないよ。すみません。足りない二人のさ、さよなら足りない二人のライブの後さ、和本さんにさ、どういう感じで話すの？何がどういう感じで？ライブから帰ってくるわけじゃない、旦那が。なんていうの、まず。いやー、やったわ、ぶちかましたわ、みたいな感じなの。いや、もちろんもう、何よりもまあ、まあでも、打ち上げベロベロだったからな、俺。あ、そう。なんか気持ちよくエゴサーチしてたんだってね。あれはね、むちゃくちゃ気持ちよかったよ。いい酒。いい酒よ、それはもうみんな周りは鬼ほどのイエスマンよ。それが嫌だったのよ、打ち上げで。でもあの後さ、ライブの後、なんか変なライブだったのよ。俺も感じたことない感じで。いや、ほんとそう。だからこの後、山ちゃんと知らうっていうか、プライベートの感じで喋れないわ、と思ったわ。どう考えても。いや、そういうさ、繊細なとこずるくないなんか。いや。いや、そのさ、喋れた？あの後、俺と。いや、だから、謝ろうと思う箇所があったから、それはまず謝るとかあった。いや、それはもうよかった、行かないで。あそこ赤ちゃんごめんね、とか言われたらもう。それ言うよ。もうウイスキーぶっかけてたね。そしたらさ、再びスタート SM ショーの。いや、お前は無敵じゃねえかよ。いや、だからあの9ヶ月ぶりにさ、始まりの時にさ、幕がバサーって落ちたじゃん。
あの時に俺ね、ちょっと透かそうかなと思ってたんだよ。俺は多分透かしてくるなと思ってた。でしょ、うん、俺のやり方として。タイプ的にね。でも、なんかこう、あの、和夫さんと結婚した山里亮太に初めて会うわけじゃん。うん。そ、ほんと、面白が詰まった水風船みたいに見えて、もうなんか、すぐもうボタン押さないと、もう、なんか叫び出しそうになっちゃって、面白い水が詰まった水風船に見えたのよ、山ちゃんが。もう、もうすぐ、針でついてバシャーンってやりたくなっちゃって、これでもネタ作りなんてとてもできないと思ったね、顔見た瞬間に。いや、だってその、うん、なんかがこぼれ出てくる、うん、溢れ出てくる感じがあったのよ。うーって。あの、で、漫才中に関してはさ、うん、完全に赤ちゃん、うーんっていう時あったじゃん。あった。怖いね。2本目に行く漫才の直前だからさ、あと、俺あんな赤ちゃん、初めて見たけどさ、うん、逆から、それぞれ別の方からさ、上手下手別から出てくるじゃない、うん、で、俺はさ、赤ちゃんが勝手にまた2本目やりたいっていうさ、行かれたこと言うから、うん、どうすんだと思って、うん、あとね、1本目の漫才の反省で絶対来ないわ、それ成功するって分かってるからね、うん、まだやりたいないってやって2本目始まる。俺不平不満の中でさ、舞台上立ってさ、どうなんだよと思って見た逆サイド見たらさ、両手振ってたもんね、俺ね。そう。ぴょんぴょん跳ねながらさ、両手でさ、俺に、なんか、それ、さ、うん、誰も信じてくんないの若ちゃんの人間性。ちゃんと証拠取ってんでしょフルーの方でな乗ってんでしょあれ、フルーなんですか取ってて、フルーのなんか完全版の方みたいなやつだと、映ってるらしいよ、それ。行かれてるし。怖かったわ、あの時。本当にジョーカーだったわ、あの時。あ、殺されるんだ、この後。集中してたよね。めっちゃ集中してた。2本目の漫才に向かって。うん、もうだってさ、わかんないで、しかもさ、うん、あの、一本目も本当にそのもう食らいついていくだけで必死だったのにさ、これが二本目でまだやりたいことあるって言われたらドキドキするしさ。で、あとさ。なんかあの後反省会で終わって皆さんありがとうございましたは、もう無理よ。反省できないよ、あんなことをやったと。まあ、そっ、まあそれでも、だから反省することないじゃん、そっちはだってさ。いや、一個あったのよ。その手こきの卒業式を忘れたと思って。忘れていいんだよ、あれは。手こぎの卒業式だけは、なんか真ん中辺で浮かんで、うん、で、俺は多分山ちゃん、返せるだろうなと思ったのよ。まあ、ベタな設定だけど、卒業式っていう。まあ、ね、卒業式ね、うん。だけど、あの、なんつうの、あの卒業式の設定って、あの。掛け合いかな、うん、楽しかった、うん、みたいな、うん。そうそう。運動会みたいな、ね。そう、うん。それを手こぎでね。うん、で、それで、あの、カットしたんですよね、地上波では。地上波はやっぱダメってなるらしいね。手こきはね、当たり前だろ当たり前だろそんなの。踊る、俺さ、スタッフさんからさ、あの、真面目な顔で、安嶋さんから真面目な顔でさ、うん、山ちゃん、あの、テレビやっぱ手こきっていうのは NG だから。俺にさすげえ、だから手こきって NG だからって、あの時だってさ、うん、ね、俺が危機としてね、手こきの話したわけじゃないのにさ、俺も、ごめんね、山ちゃんの必殺技封じちゃってみたいな空気で。恥ずかしいったらあれじゃん、もういい大人がさ。でも俺たちも手こき上には感謝だよな、30代をさ、あの方々のおかげで走れたよな。走れたよ。本当にさ、ね、若ちゃんのさ、行きつけのところでさ、あの、プロフィールにさ、好きなお笑い芸人っていうね、とこにさ、俺のことを書いてくれる情報をスクリーンショットして送ってくれたあの日。で俺だから好きなタイプ、山里、南海キャンディーズ山里って書いてある女の子は必ず指名してたもん。え、若ちゃんが、うん、どういうつもりなの。いや、やっぱりなんかそのなんだろう、山ちゃんがタイプってことは、ちゃんとツボ押さえてるだろうなと思って、いろんなことの、だからやっぱ指名してみてた。違うの、若ちゃん、俺のことが好きってことで、まあまあ言ったら感覚が似てるっていう、ね、そのお笑いとかそういう生き方の感覚が似てるってことって、こかれるときあんま生きてこないだろ。そこは逆にそのなんて言うんだろう、自分に近くない存在に距離がある、距離に比例して、グッとくるだろう。そうでしょ？いや、俺それで、そういうのも含めて、今みたいなこととかも、帰りの車でさ、あの横浜からのさ、いやー、手こきの卒業証書授与もできたなーとか思いつくのよ、帰りの運転してて。で、もう。あそこからね、俺が卒業証書もらえる予定だったなーと。そう。あ、じゃ、てか帰りに思いついたの、それ。あれ、大喜利のさ、ライブとかでも帰りに思いつくときあんじゃん、答え、いい答え。あ、この技だったら絶対ってのあるもん。それがすげえいっぱいあって、で、ライブ終わって2日後ぐらいにも設定とか思いつくのは悔しいね、あれね。
あ、やっぱずっとさ、昔からさ、昔って、まあ、谷川二人がさ、あの、しばらく空いてる時期あったじゃん。うん、その時もさ、うん、定期的にさ、LINE、うん、でさ、うん、あの、面白いのが思いついたっつってさ、そうそうそう。やりたい設定思いついたっつってずっと送ってくれてさ、ずっとこう、気持ちをこう、くすぐり続けてたじゃん。うん、そう。それで、なんかそういうのがあって、うん、あの、手こぎの卒業証書、卒業式だから、うん、卒業証書授与もあった。その卒業証書は、うん、あの、全部、その、うん、ほら、すっスッキリの見守りの後さ、うん、直行で手こぎ行ってた時あったじゃない。一時期あったよ、それは本当に。今俺がね、スポーツ紙に取られたらね、山ちゃんスッキリだとスッキリって一面になるなって思いながら言ってる時期あったよ。俺ね、その話大好きなのよ。スッキリの後スッキリって必ず言うじゃん。うん、絶対そうなるって分かってたんだから、俺は。俺それすっごい好きなんだよね。うん、で、それで、スッキリを匂わせたかったの、卒業証書の中で。あなたは、なんか、スッキリの後、スッキリして、うんで、天の声ってこともかけて、なんか、天にも昇るみたいなこともかけれて、で、その後、全部、日テレの番組名を混ぜた卒業証書にしようと思ったの。スッキリした後、雲の上でバゲットを食べみたいな。あ、そう。いろいろ全部出して。で、そう、全部言って最後に、校長、宮根誠司って言いたかったんだよね。それが、もう絶対やりたかったのに、くそーと思って運転したから。卒業証書破りつけるやそんなもん渡された瞬間に荒れた高校みたいな人撮ってる校長の前で水曜ジャンク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 山里亮太の不毛な議論さあ、あのさ、うん足りない二人のさ、うん、その二本目の漫才でさ、うん、俺縛り上げられてさ、その言っても、うん、こういろんな、こう俺の中での、うん、その時の思いとかさ、うん、いうシーンがあるんですよ。これ見てない方分かんない。いいこと言ってたわ、オンエアで見たら。そうか、あの時はもう若ちゃんもう展開とオチ行かなきゃいけないからね。やばいよ。オチ決まってないの。オチ決まってなかったんだもんね。と思って、うん、でも考える時間が欲しくてっていうのもあんな、うん、あれを任したのは。え、じゃあさ、うんなんかこう、俺たちの長年の関係性から、うん、このね、トスを上げれば、山ちゃんは今、ああいう自分のこう心を吐露するっていう、スパイクを打つんじゃないかなっていうのとかじゃなくて、いや、吐露して、その、吐露した後の俺の第一声で、おい、若林っていうのを、山ちゃんがやってくれるだろうなと思った、うんうん。でも、なるほど。ヘリコプターで落とそう、もう一回って、うんうん。なんかね、ご指導ごめんって落とすには、ちょっと予定調和かなと思ってたのよ、うん、やりながら。あの、俺のね、会見での挨拶をずっとギャグだって言い張ってるあれね。ギャグだもん、あれは、ね。ギャグじゃねえんだ、あれは。一応。ギャグだらけで、正式な場所みんなギャグだらけだ、そしたら。一番笑ったけどね、ご指導ごめんって。あそこ笑う好きねえんだよ。相方にぶん殴られるところで一番笑ってほしいんだよ。あ、そうか、あそこもね、よかった。うん、あ、そう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 、それで、その、吐露して、っていうことで考えてたから、後半聞いたらなんか俺も感動しちゃってさ。うん、それでなんかうまく、なんかボケが思いつかなかった。だから、狙いとして吐露は合ってたけど、でも合ってるけども、その吐露がいい感じに刺さっちゃった。刺さっちゃった。いいこと言ってたもん。いや、あれは。オンエア見たら。だから、それがさ、はい、足りない二人さ、さよなら足りない二人やるっていうけどさ、うん、まあ、若ちゃんとも会えない。どんなことするかも教えてもらえないって言ったからさ、うんうん、でも、絶対、うん若林は、うん、俺が結婚したことを、うん、そこの弱点を狙ってくるだろうな、って、うん、ずっと考えて、この弱点を狙ってきた時のカウンターをずっと考えてた時、うんうん。はい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 、はい。それをずっと考えてたわけ。うん、カウンターの、こういうワードでとか。うんうん、で、そこを詰めてくんだったら若林のこういう動きとか、こういうのもダメなことじゃないかって言って、結婚ダメなことの前提でカウンターを山ほど用意したわけさ。思ってたよね、山ちゃん。うん、で、それをずっと考えて、うん、まあ考えては、まあ、うん、それこそワンオンさんに会い喋り、うん、で、結婚した時の考えた時とかに、ふと思ったのよ。うん、あれっつって、うん、俺、ここをダメ弱点として、うん、それ前提で考えてるって、うんうん、何やってんの？これでいいのかなって思った時に、考えたら、あ、俺、うん自分がもう亡くなった武器を必死で、うんうん、もうボロボロのはずなのに、うん、それで戦うために、うん、でもその武器ボロボロっていうのを攻められた時にどう返したらいいかって考えてるけど、う
もう違う武器見つけなきゃいけないんじゃないか。うん、でも、それを宣言することってめちゃくちゃハードル上がるし、うん、で、若ちゃんがそれ求めてなかったらちょっと恥ずかしいしなとかっていう悩んでる時期があって。うん、ああ、過渡期ね。そう。うん、山里の過渡期、過渡期って他者から言われると照れる。で、それで、あの流れになった時に、うん、で、俺、どっかで、自分がその周りからもすげえ言われ、なんか言われてたし、はいはい、やっぱ言うのよ。その、妬みそのみで生きてきた人間だから、もう何もなくなるのに、これからどうするんですかねみたいなこととかを、周りでいろんなところで言ってるときに、確固たる反論がなかったけど、ひょっとして、それに対する反論じゃないけど、こう、姿勢を、ちゃんと見せる場を、今回、さよならたに使いたいなと思ってたとこにあの場所だったの。なるほどね。だから、俺、その、山ちゃんがその弱点だと思ってんのも、不思議で、うん、だって、なんかその何闇で、あと気にするじゃん、山ちゃん。周りがね、そうやって、うん、まあ、ほんと一部やろうけど、うん、闇がなくなるとかいう人のこと。でも闇と闇で結婚してんだから、なくなるはずがないんで、濃くなんだよ、むしろ。闇と闇で喋ってんだから。漆黒になるわけ、うん、で、俺はもう最初から思ってるから、うん、なんかあんまり、なんか、あまりにも結婚イコール超、まあ、まあ、超幸せなことだとされてるよね。うん、そうね。それはいいんだけどさ。うん、あの、いいんだけど、だから、結構このラジオ聞いてて、あの、ほら、愛子さんと、しずちゃんと3人で泣いてたじゃない結構、あのね。あ、みんなニヤニヤ喋る。俺はめちゃ冷静に聞いてたからな、あのラジオ。なんか、なんか、七輪でなんかキノコ焼いてんのかなって思ってたの。みんな泣いてるから。煙で目に入っちゃって。うん。七輪でキノコ焼いてるラジオだったら、それはやっぱ伝わってないな、俺すごいよ。あとあのなんかボスのあのリスナーの飯屋行ってなんか励まされた話も俺あれ嘘じゃねえかなと思ってんだよね。ダイモンにあんだよその店が連れてってやろうか一回。ダイモンの美味しいイタリアンだよ。こんな素敵な話よ本当生まれんのかな生きててと思って。生まれたんだからこそああいう感じになったのよね。でさ本当に泣いてた愛子さんとしずちゃん。泣いてたよでも外見たら宮崎プロデューサーもギャン泣きしてさでそのギャン泣きしてね宮崎プロデューサーが泣いて。何をちまえとか、これをギャラクシー賞の候補に提出しようとしたら、落ちてやがった。いいね恥ずかしい。よしよし嬉しいな。恥ずかしかった。王で取ったの、うん、ギャラクシー賞。いや、とっくに。取ってないでしょ。候補入ってるでしょ、うん、あ、まだこれからなんだ。取ったら自慢したいな。たまんねえよ。恥ずかしいわ。許可取られてさ、宮崎さんが、いや、じゃあ俺本当にあの日の夜が最高だと思うから、ギャラクシー賞の方にね、お願いしようと思ってんだよ。いや、でもなんかね、私事なのに、まあ、だいたいああいう時さ、私事なのにそんないいんですかねって言ってる時には、ゴーサインじゃない、そんなもん、ね。俺もそろそろ箔が欲しいわけよ、ギャラクシー賞みたいな。さ、落とされてやがる。落とされてんの。そりゃ落ちるよ。同じタイミングが出してんだ。うちが落ちてオードリーが受かってんの。やってらんねえな、お前。ギャラクシー賞も思ったんじゃない。何がキノコ焼いてんのかなっつって。キノコ焼いてんのかな。じゃあギャラクシー賞くれよ、お前。七人で。ラジオで七人でキノコ焼いて、聞けば見えてこないってどういうことだよ、お前。下手くそすぎるだろ、バーサイティが。なんで回したっすね、頭。水曜ジャンク。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。あの、むつみさんも本当は引っ越してないんだろ、あれ。引っ越してるよ、お前。なんで俺が引っ越したよなんてことをあいつの代わりに言わなきゃいけねえんだよ。めんどくさいな。俺本当にあんの、その大門のお店、そのビデオガール的なことじゃないの。ないわ。ビデオガールの姿だったら俺の心じゃ見えねえよ、多分。本当に極楽が見えないよ、俺には。お前じゃ、はい、今からちょっとさ、あるコーナーやろうとしてるんですよ。はいはいはい。がっつり集英社の話やめてくれよ。ごめん。そうか。それを申し上げる。俺はスピリッツ派だったからね、ちょっとね。そうだよ、うん。俺もそうなんだよ、マジ。行くよ、うん。スピリッツ、今週の急にあの人が答えたら、同じ一つの質問に答える企画、今週の件、その質問にもしもあの人が答えたらというのを想像して送ってきてもらうコーナーでございます。さあ、今回合併号でございますね。お仕事ですから、関東グラビアが大原優乃ちゃん、一回ね、鳥人間コンテストのプラットフォーム一緒になりましたけども、いい子でしたよ、シャツに切れ目を入れるっていうね、なかなかこう皆さんのために頑張ってくれる方でございました、さあ、ということで今週聞きますよ。今回質問、2019年の自分にご褒美をあげるとしたら何あげますか。サタンリターンの鳥海赤香先生、包郷。さあ、リスナーが泣きたら何でしょうかということで行きましょう。神奈川県ラジオネーム、チワワの空振り。
丸山桂里奈さんの答え。2020年も共演したタレントにあげる用の駄菓子を買い占めたいです。駄菓子テロ食らってるでしょ、ガチャガチャ。すごいよね。やめないもんね。やめないわ。でもそれが結局本とかでもなってるしね、あの人。ね、今日も、今日あったな、さ。あ、そう。うん、山ちゃんのことね、ほんと好きなんだよね。うん、でさ、漫才を使ってさ、俺と丸山の、言い中にしようみたいな、なんかあったね、くだりで。くだりがあったけどさ。うん、今日もなんか、うん、一番今までいい棒状のもの見つけましたっつって、でっかーいマーブルチョコ持ってきたわけよ。でさ、棒状の。そう。でさ、もうなんか俺もなんでちょっと朝緊張してたし、ちょっとあの漫才前だからかかってたのもあるけどさ、丸山カリナ相手にさ、ちょっと食ったさ、釣り、突っ込みちゃったらね、うん。で、こう、そのもらったもの、そのままね、って時計見ながらさ、まだクーリングオフ期間中ですね、なんて言って。返したらさ、丸山カリナさ、栗ご飯って言われてさ。相手選ばないとやっぱりクーリング栗ご飯って何ですかって言ってしばらく楽屋に居座る地獄。兵庫県ラジオネームノンフィクション厚みバイキング西村さんの答え。僕専用の無人島が欲しいです。焚き火して焼きそば食ってたまにテレビ出て最高じゃないですかっていう。言いそうだな。言いそうだわ。ぴったんこだよ。さあラスト。神奈川県ラジオネームミクロミッツァミルクボーイの答え。コーンフレークに飽きたので、チョコアがいいですねって。コーンフレーク。株価上がったらしいよ。あ、そう。ケロク。ね。あ、そう。すごい、ね。まあでもそうだよね。あれはすごいね。ミルクボーイがさ、うん。マカちゃん、見ててどうだった、うん、いや、もう、なんだろう、あれはさ、自分が逆立ちしてもできない漫才じゃない。ああ、まあなんか、もう、すごいいいなって思って。あれができるって相方と。そうね、うん。でもさ、いたこの漫才さ、うん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 。面白いじゃん。あの、そうすげえさ、うん、やっててめちゃくちゃ楽しくない？だってあれ、うん、フルジャクだと1時間ぐらいだっけ？ 30分ぐらいかな。うん。でもできるもんね、いくらでも。まあね、あのシステムならね、うん、なんかもうその4分で短距離バーッと走るって感じじゃないじゃない？お互い作り方が。それもう4分短距離無理になってこない？無理になってくるよ。あれ。ね。うん。やっぱすごいもんね。現役の走りの人たち。だから、ここ俺さ、同期みんな言ってんだけどさ、テンポがさ、若い時の見てみ、ちょっと遅くなってんだよね。今と比べて、昔の方がまだちょっと早いってこと？ちょっと早いんじゃないかな、南キャンも。あ、だ4分。4分っていうのもあるけど、あるけど、ちょっと見てみ。ちょっと入りとか早いと思うよ、昔の方が。うん。確かにな。遊ぶってことできてなかったもんね、昔。そう。いや、もしかそれもあると思うし、若さとかだったら嫌だなと思ってるけど、でもやっぱテンポってそういうのあんのかなとか思うよね。変わってきてんだろうね。ラジオとかもちょっと早くない？若い時の方が。10年前どうだろう。めちゃくちゃ詰め込んでたよ。一生懸命。あ、そう。台本に書いて俺も早かったもん。あ、それはなんか、わかる。そういう話でさ、もあるよね。うん。でもあんのかなとか思うよね。あると思う。言ってもさ、じゃあ、今のスピード感の方がさ、漫才楽しいと思う時多くない？うん、楽しいと思う時多い。今の方が楽、あと楽しませてやらせてくれるよね。そう。番組も。そう。だって、あんだけ尺くれたりとかさ、いや、まあ、もう最悪編集とかすることもあるかもしれませんけど、みたいなこと言いながら、どうぞって言ってくれるとこ多いじゃない。くれるもんね。あと、あれじゃない、しずちゃんもアドリブ言うようになったから余計楽しいんじゃない？それはね、ありがたい、楽しい。昔アドリブ許さなかったのは山ちゃんなんだけどね。そうね。そういう体制でやってたから。手におはま違うだけで怒鳴り散らすからね、俺は。そう、いや、自分から言ってくんだね、それね。うん、これに関してはもう否定はしない。そらがんじがらめアドリブも言わなくなるよっていう。今お前はね、今あんだけ楽しそうに漫才やってる相方見ると。本当だよなぁ。春日大丈夫これ。春日なんか、だからね、アドリブ入れざるを得ないシステムにしてんのよ。ああ。うん。もう、すごい、コント55号じゃん、ありがとう、もう。それが、コント55号ばっかり見ちゃう、ネットで。あ、そう。いや、30本、40本見たと思うよ。もう自分たちが楽しくないと嫌だなと思って、なんか、それで、多分ほとんど見たと思う。すげえな、ムキムキの二郎さんじゃん、あれ。いや、っていうかさ、うん、萩本欽一さんってさ、うん、クレイジーだね。いや、らしい。でもネタなんかはそうでしょ？だって、見てて気づくの？その、クレイジー。ド S もド S で。そうでしょ？だって。ぶっ飛んでる。あれで舞台上がってて、あれは、あれちょっとぶっ飛んでるよ、あの人。二郎さんに無茶なことバン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 振ってって、でも二郎さんはそれに答えてくるでしょ？そうじゃん。だからなんか、イメージさ、うん、家庭のさ、お茶の間笑いのイメージ、なんか俺たちの世代と見ちゃうじゃん。
金ちゃんの平和の笑いをたけしさんが、うん、とかがこう、ひょうきん族が、うん、いやー、行かれてるよ、金ちゃん。めちゃくちゃ尖ってるの。尖ってる。あれを、あのシステムで、うん、あんななんか変化球のシステムないと思うよ。それが、そのな、スタンダードだったって、変な時代だと思うし。あんな、二郎さんたまんないよ、あんな。何でもできない、あんなの。ずーっとこう、無茶なことされて、急に目の前で。意地悪なふりすんの、それで。多分思いついてんだと思う、その場で、金ちゃんさんが。お前もやってたけどな。あ、でも、だからできたのかも、足りない二人も。あ、それで下地があったんだ、こう、その、なんていうか、脳内に浮かんだ、うん、こいつってこうやって困ったら面白いだろうなっていう、そう。続々をそのまま出してやってってこと？そう。だから、安島さんがまず俺に先に確認したんだと思うんだよね。これって、9ヶ月会ってないっていうのもありますけど、うん、一切会わずに当日いけますかねって、うん、いけますかねって聞いてくるときには演出決まってんだけどね、もう頭。それでやってくれっていう提案だと、うん、そうで、それをさ、いやって言えないじゃん、うん、で、俺はこういいで面白いっすねーつってで、言ったの。ただ山ちゃんがノーって言ってくれるだろうなと思ってたの。だから、うん、やっぱどうにか時間作って、まあ、1回2回は会えるかなっていうスケジュールだった、うん、3週間くらい前だったじゃん、始まったのが、うん、ね、やるよっていうのが、うん、でも山ちゃんもさ、それ飲んだっていうさ、うん、帰ってきてさ、うん、なめんな、あの野郎って思って。あの野郎の対象どっち？こっち？山ちゃん。俺はだってもう、それが、だってもう、決定事項で降りてきたもん、俺のとこには。そうなの？そうよ。どうやって聞いたの？第一声で。まあ、安島さんから、まあまあ、もう、この際とかもう会わずに。うん。そうやってこと。でも、若林君はもう快諾してくれてると。いや、快諾、だからさ、変な龍馬ビジネスやってんだよね、あの人。そっか。俺は快諾ではなかったよ、さすがに。おいどん、それは聞いてないでおこすよ。で、滑れないじゃん、うん、我々。そうよ。だから、もし万が一があんじゃん。お互いのギアクルーだけでさ、その日のアドリブだったら。たださ、でも、うん、まあ、安島さんの中にもあるし、でも俺が、それを引き受けたの中には、やっぱ、うん、足りない二人でずっとやってきた中で、その回があったでしょ、うん、もう、今日も時間がなすぎて、もうここで作ってやる。うん、あった、ね、うん。で、それがあったから、俺はその日のことを思い出したわけさ。うん、ね、舞台上で、ちょっと会議して、こういう話を、こういうの展開しようって言って話してやる。うん、その、あったから、うん、若ちゃん、まあ、正直、もう、全幅の信頼があって、うん、これがもう一回できるようになったら、あの続々、あの楽しみができるね、うん。舞台上で会議して、ああ、こんな脳内俺に見せてくれるんだ。あ、じゃあここには、今日用意してきて、このワードは当てようとかっていうのは、あのやり取りとしてできると思ってたの、うん。で、その打ち合わせを取っ払った瞬間に殺してやろうかと思ってた。でも俺はやっぱ面白い水が詰まって風船に見えたから。面白い水じゃないよ。ね、一生懸命汗水垂らして、ね、ノートにびっしり書いたツッコミワードを詰めたただの袋。その袋。てか、あの漫才のタイプでよくそれできたね。多分こういうこと言われんじゃないかな、みたいな。むちゃくちゃ考えてこういうこと言われんじゃないかな。なんか、その、何？なんか、なんか、山ちゃんが結婚して闇がなくなったみたいな。うん、そんなダサいいじり方しないよ、俺は山ちゃんに、うん。そう、ダサいいじり方してこないと思ってたよ。本当？うん。それは分かってたけど、ワードはやっぱりいっぱい用意してたけど、全然使えなかった。使えなかったでしょ。使えなかったー。あの展開になると思ったらしい。なんか最初それをふんだんに使うよって目をしてたから、潰しとかなきゃと思って。それだな、確かに、俺のその大事なさ、いっぱい言語書いて、紙が書いてさ、袋の中にさ、水ブーがシャー入ってきたから。うん、それで、それで水すぐ風船みたいになったんだ。そのノートに書いてあるみたいなのやめろってオンで言ってたもんね、漫才の中で。あれさ、若ちゃんさ、俺の性格知ってると思うけどさ、あれすっごい嫌だからね、俺。そうだよね。傷ついてるよ。一回コーナー閉めなきゃいけないのか。あ、そうか。今コーナー中だったんだ。そうだった。申し訳ないです。ということで、次回はですね、1月6日月曜発売の6号のスピリッツ撮っている、今週の急に誰か何切って回答してください。メール、ふもっとマーク tbs.co.jp まで待ってます。皆さんも今週のスピリッツ撮って、撮ってご覧ください。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。水曜ジャンク、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 山里亮太の不毛な議論。懐かしいさあ、TBS ラジオからお送りしてます。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。スペシャルゲスト、この方です。オードリー若林。お願いします。ありがとうございました。ね、うん、エンディングですよ。
エンディングね、うん、もうね。さよなら足りない二人ね、あの、あの、一応お伝えしておかなければいけませんから、はい、時間内で、あの、このさよなら足りない二人の完全版、今、Hulu、うん、で配信中、うん、あの、今日喋ったことなんかもですね、そうだね。あの、思い出しながら見ると、またすごいなと思いますけど、はいはい、あとさ、うん、あれらしいよ、うん、恥ずかしいのはさ、さよなら足りない二人のグッズ作ったじゃんか、うん、T シャツとかいろいろ、今さ、日テレの店でさ、うん、通販なのあれ、うん、なんかね、で、福袋っつってさ、グッズ用の福袋詰め合わせみたいなの作ったんって、うん、全然売れてないんだって。ダサいわ、そういうの。いやだー。いやー、それは残念な話だね。だからぜひね、また一人でも多く見ていただいて、うん、あー、これっていう方はよかった。そうね。うん、え？待って、うわ、それ知りたかった。え、数限定で言ってんの？600個限定で全然売れてないの？最悪だよ。そんなもん。あんだけ映画館埋まったのに、600個限定が売れないんだね。映画って込みで1万何千人入ったでしょ?1万5千人。600個売れないから。うわそういうのはいらないっていう人たちなんだろう、ね。まあありがたいね。漫才だけ聞きたかったんですっていうのは。いや、でもさ。確かに。うん、これさ、うん、それね、いっぱいさ、うん、出てくるわけじゃない。うんうん、あ、そう、あと俺謝っとかなきゃいけないなと思うとこも先言っとくとさ。うん、うん、俺、自分の、うん、ちっちゃい笑いに持ってって、うん、あの、若ちゃんが作ろうとしたの潰したのがあってさ、なんか、うん、パン、パンティーをさ、うん、洗濯の時にさ、なんかパンティーをお前盗もうとしてるだろみたいなのに。あの、洗濯係ね。そうそうそう。うん、それを俺が 言ってさらに、うん、そういうのは俺のだよみたいな突っ込みしたのが、うん、あれが浅ましかったよね、あれ。いや、そんなこともういいよ。あれがね、あれは普通にもっと聞いて聞いて聞いて、若ちゃんが提案して、これですよ、ボケっていうところで突っ込まなきゃいけないのに、俺は勝手に、今自分の自虐のフックがそこにあると思って、そこにぶら下がりに行った自分の安さが嫌い。それ見て、フルで。いや、それはいい。安いんだよ、あのボケ、俺の。俺の安いボケ。覚えてないけど、なんかあれだよ。多分、稽古してないからしょうがないよ。稽古したらケツだもんね。ケツわかんないけどね。ケツが、その、うん、そこに行かない。そうだよね。じゃあ俺悪くないか。ごめん。悪くないよ。でっかいです。あじまさんが悪いんで。そうね。このシステム作って。そうそうそう。いや、だからさ、あと、本当にもう、あとさ、うん、これ、若ちゃん、今回のさ、さよなら足りない二人の漫才はさ、うん、ひょっとして、うん、若ちゃんも結婚したじゃんか。はいはいはい、急にね、はいはい、あの、わけわかんない、はいはい、芸能人と結婚するって空気俺に出しやがって電話で。そう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 。考えちゃったでしょ。考えたわー。あの後さ、俺山ちゃんに対してだけさ、うん、山ちゃんいろいろ考えてんだろうな。なんか、あの、ちょっとあの、名前はまだ言えないんだけどって電話したんだよね、俺。そうね、名前まだ言えないんだけどっつって、いや、ちょ、もっと具体的に言ってんだからこっちに。あ、まあ、あの、感じ的には、山ちゃんと同じ感じならよ、つって。だからさ、山ちゃんかっこよかった、俺がそれ言った後、オッケー、わかった。って言ってた。ただわかったけど、オッケーだよね。全て感じ取ったんだよ。100をね。で、大事なラジオでね、それが大好きだなって。俺は恥ずかしいよ。オードリーの日本さ、ね、誰なんだろうとワクワクさ、待っててさ、ね、始まる前なんかさ、ね、もう本当に何も知らないみたいなつぶやき入れてんだから、一回。え、どういうことみたいな。若ちゃんがさ、伏線引いてるわけよね。バーって振り入ってさ、その、今までね、ずっとラジオで言ってきてさ、見えないね、あ、いないはずの、あの、彼女嫁が見えてきたみたいな、うん、とこ、ちゃんとこの、振ってて、俺は知ってんのよ。ああ、うん、若ちゃんこの流れで結婚言うんだなって分かってるけど、こいつ本当にどうかしちゃったんだな、みたいな。ちょっと俺も、ね、エッセンス足してみたりとかしてんの?SNS で。それで得意だからね。うん、そうなのよ、そうなの、うん。いただいたものをちょっとエッセンス加えてね、皆さんにとのこう食べやすくするったら俺一番好きなんだから、今。そうそう。それが大事って気づいてきたの、始終に。ね、でさ、やってたら、ね、芸能人じゃなくて、普通に。言った後さ、山ちゃんだけだったらいいんだけどさ、ワンオンさんまでさ、うん、考えさせちゃってたらさ。考えてたよ。申し訳ねえなと思ったら、なんか一緒に話してたんだってね、二人で。と喋ってたよ。それが申し訳ない。それだけ本当に謝っといて。あ、ワンオンさんはめちゃくちゃ喜んでたね。うん、いや、よかったと思う。で、で、インスタのさ、若ちゃんの写真さ、目元グーッとアップしてさ、えっつって。すごいな、それ。めでたい、めでたいっつって。ね、めでたいけど、蕎麦だっつって、うん。どうしよう、蕎麦がないっつって、UFO があったら UFO 食ってさ。よかったねって言って。それで、ね、一般の方ってなっちゃったからね。うんうん、でも、それでもさ、うん、それでもめでたいって言って。はいはいはい、言ってくれたのね。そんなありがたいな。でもさ、うん、すごいさ、結婚の後にさ、全部が繋がってくる。若ちゃんがあの漫才の時にさ、はいはいはい、言ってたこととかも、うん、あ、あれって言って。俺、だから、だいぶ悩んでたね。漫才やりながらも。あ、そう。
言おうかな。でも邪魔、結婚が決まってたらいいんだけど、うん、婚約または入籍が。そしたら言ってたけど、なんか付き合ってるってあの漫才の中ではどうにも料理できないから、やっぱり漫才を取っちゃったよね。パク。違う違う。違う違う。今んとこの返しは反省して。お前カッコつけてんじゃねえよじゃないと俺は成仏できない今日のラジオ。俺これ大反省だよ今日終わった後。バカだな。お前はバカだ。反省。本当に。ごめんちょっとスタッフルーム残るわ反省で。タオル頭からかけて。マイケル・ジョーダン !23 番。いや俺今のはいらなかったごめんごめん。皆さんお聞きの通り、こいつはね、漫才と結婚してるんですよ。いらないいらない。誰にも響かねえそのクーは。単優セレブレートだよ。誰にも響かねえそんなの。俺と若ちゃん、いやそれ聞いてもね、ひょっとしたらよ、うん、ね、若ちゃんが結婚した時にね、うん、であまりにも本当にも見直してみてさ、大変な人見直してみてさ、うん、俺あれこの漫才俺は本当に正直生涯で もうトップクラスの楽しい漫才だったけど、うん、そうね、俺もそうだわ。めちゃくちゃ楽しかった。うん、楽しかった。あの漫才、うん、若ちゃんこのね、まあ全然ラジオがオーナーのオーナーのポンって、あの、リスナーの大好きなの分かるけど、うん、その、うん、そこのゴールに向けての、うん、こう、伏線として、使おうと してんじゃないかなって一瞬、空を見た夜はあったよね。お前よく空見てんな。空はいいよ。空はいいよじゃねえよ。お前嫌いだっただろ、空とか載せるインスタグラマー。これをセピアにしてさ、行間バッチリ開けてさ、お前変わったな漫才から、ね、これが成長ってやつだよ。誰が成長って思うんだよ、そんなことよ。多分いいねをくれ。そこはさ、うん、大丈夫だったの、その別に。足りない二人は、オードリーでは出せないことをずっとテーマにしてやってきてたから、うん、それはないね。あれはあの日で、もう、ほんと全部出し切ろうと思ってたね。はぁ。あ、もうこの日からつまんなくなったなって言われてもいいなぐらいのことを思ってた。異常な一日だったよね。異常。変な気持ちだった。もう全部ワンデーだったし、ライブも何公演やるんじゃなかった。もうこれで、もう全部と思ってた、あの日は。だから、途中でだから本当になんか何度かあっても山ちゃんを本当にぶっ飛ばそうかなとか、グーでとか。これ。いや、違う。あのさ。ボケとかツッコミのカテゴリーじゃない暴力何回かあったよね。何回かあった。だって、あったあった。完全にさ、俺もそれで火ついちゃってさ、お互いがなんか殴るとかちょうど重なった時期あったじゃん。ババーンっつって。あった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 。クロスカウンターみたいなね。決まった時あったわ。でさ、それだよね。うん、最後のさ、方のさ、このね、うん、俺がこう悩むとか、って思ったさ、はい、きっかけである、最後の最後にさ、うん、ゼクシーのくだりがあるわけじゃない。ありましたね。ゼクシー買って、あれ本当買って帰ったんですよ。本当に帰りのコンビニでゼクシー買って帰ったんだよね。で、それで、すごい短い期間で指輪作ってくれるとこ探して、うん、次の日だよね、サゾミツとあの、指輪作って、うん、で、その何日後かに、渡したんだよ。で、うん、あれで、あ、その渡した時が初めて、その、うん、そうか、なんかね、山ちゃんのなんか感じとか聞いて、結婚いいなと思ったね。ちょっと、俺の結婚とかも、うん、その、スピードに。もうちょい遅かったと思うよ。足りない二人のライブでなかったら。マジか？うん、もうちょい遅かったと思う、した時期は。うん。これは、また今日帰ってワンオンさんと焼きそばだな、これ。いや、もういいよ、すぐ寝ろよ。これは嬉しいやつ。いや、いいよ、焼きそば食うなよ。あとさ、それで言うとさ、若ちゃんね、うん、言ってたんだよ、漫才の中でもね。うん、この足りない二人、またいつできんだっつって。はいはい、ね、こちらお預け状態ですよね、ビンビンの状態で。ね。そしたら若ちゃん言ってくれてたんだよね。次はやるとしたら、結婚した時じゃねえかなって。うん、ね。結婚した時じゃねえかなって言って、最後の方にゼクシー買って帰るわって言ってね。うん、まあそんなゼクシー買うね。いつ来るんだろうと思ってる中で、買って帰って結婚した。うん、さあ、どうなんのよって話よ。いや、俺だからいつも言うんだけど、今日この後でもいいのよ。俺は。漫才やんの。言ってるよね。うん、あそこのブリッツのあの太鼓を置いてあったところでやってもらうよ。わけわかんないイベントやってるところで。そう。わけわかんないイベントって言っちゃダメだ。すごい楽しそうだけどね。最後無駄に赤坂をディスってしまったじゃないか。じゃあいつかまた足りない二人の漫才はあると思ってていいのね。やろうやろう。うん。それが聞けたけどって今日若ちゃんありがとうね。俺今すかさなかったら成長しただろ。成長した。